FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。こんにちは。ナイツ花信之です。こんにちは。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。よろしくお願いします。お願いします。この前中野で一人で定食屋でご飯食べた時に、うん、トイレに行ったら、うん、古いなんかポスターが貼ってあって、うん、西口プロレスの、うん、結構昔のポスターの興行を多分貼らせてもらってたんでしょ。西口プロレス、ちょっと錆びれたなんかもう古い色褪せたポスター、うん、なんかね、貼りっぱなしにしてるとこあるよね。貼りっぱなしあったんですけど、ね、昔のポスター、なっちゃんが優香、優香丸っていう名前で、すいません、優香ドットです。あれ、ユーカドットなんだ。丸じゃないです。はい。あ、ユーカドットなんだ。モームスみたいになっちゃって、そうすると。はい、ドットなんだ。ユーカドット。いや、モームスみたいのを狙ってるんじゃないの。ユーカドットも完全にそうでしょうね。そうですね。え、ユーカって何、ひらがな？違う、ホリプロのユーカさんの、優しいに香るのユーカ。だから本当に、ユーカと同じ字ですもんね。そうです。ちょっとドット入れて。そう、本体のユーカさんに、うん、なんか嫌な気持ちにさせないように、うん、私はドットがついてますよっていう、本体のユーカってなんだよ。本体ってその、かいくぐった形になりますね。俺もトイレ入った時にもうあれずっと笑っちゃってさ、西口プロレスのポスターめっちゃ面白いよね。面白いですよね。そう、何年前、見た目が邦彦とかさあ、いたね。見た目が邦彦、本当に見た目が邦彦さん、バッドニュース、グッドニュースアレンってさ、バッドニュースアレンっていうプロレスラーがなんかいたんでしょ。グッドニュースアレン、あれ梅さんでしょ。梅さんです。世界の、梅さんも、そういう名前でやってたんだ。くだらないんだよ、ドンフライをドン臭いとかさ。そうですね。そうです。ザ・おばさんとか。あ、ザ・おばさんって、あった、なんか誰？布団のあれ。引っ越し。引っ越しおばさん。あれは別にプロレスラーが撮ったわけじゃないんでしょ、多分。あ、じゃないです。引っ越しおばさん。引っ越しおばさんのキャラクターで。ザ・おばさん。ザ・おばさんで。はい、やってました。はい、くだらね。何年前？あれ何、自分が引退したのが30ぐらいだった気がしますね。まだあるんですよね、西口。あ、もちろんあります。もちろんありますよ、ね。月の最終火曜日に興行してるので、うん、ぜひ見に行ってください。この、面白いんで。西口プロレスってよく芸人の間で聞くじゃないですか。はい、話は聞く、ね。そもそも誰が何をやってんのかがよくわからないんですけど、立ち上げたのは誰が立ち上げたんですか？立ち上げた、まあ、旗揚げっていう形ですね。うん、旗揚げしたのは、はいはい、旗揚げメンバーは多分、長州小力さんと、うん、あ、小力さん2回目かな、うん、アントニオ小猪木さんとか、あと、蜂蜜二郎さんとか。プロレス好きで、プロレスの、ま、モノマネをしている芸人さんで、はい。モノマネプロレスみたいな感じで始めたんですかね。そうですね。みんなやっぱプロレスが好きで、プロレスごっこ的な、その学校とかで、昨日プロレス見た、あの技やろうぜっていう、多分、ノリで。ちゃんとリングで、もう、最初からリング。最初は、舞台の上に布団を敷いて、布団の上に、その、なんていうんですか、ブルーシートみたいなのを貼って、その上でやってましたね。そういう簡易リングでやってたんだ。マットで。簡易リング、はい。そうです、そうです。新宿。マットレスみたいなの引いて。そうです。あ、自分のデビュー戦は新宿風でしたね。新宿風に、新宿風で。あんな狭い小屋で、はい、デビュー戦で試合をやったの？プロレスみたいなのやってたんだ。試合っていうか、乱入ですね、うん、私は。乱入、何に乱入するの？バジル出てきたね。バジル橋本っていう、ザ・ペールワン、東京ペールワン、東京ペールワンの、橋本さんっていらっしゃるじゃないですか。ユンボさんの相方。ユンボ安藤さんの相方さんね。そうです、そうです。で、その方と、あと、梅さんかな。あ、その時梅さん。梅さんと、あと、スナイパーセリっていう、そうだった気がします。そこに水曜日らしくなってきたね。はい。カラーバットを持って、みんなをボコボコにするっていう乱入をしたのが多分デビュー戦だったと思います、ね。それは別に芸人はもうもちろんなっちゃんもやってたわけじゃないですか。あ、その時は、うん、見た目が邦彦から、うん、その誘われて、うん、もぎりをしてくれって言われて。うん、打ち合わせ行ったら、リング上がっちゃいなよって言われて、そのリング上がっちゃいなよが乱入だったんですよ。はい、自分もよくわかんないで。もぎりできてるのになんで、
カラーバット持って人をボコボコに殴ってるんだっていう。うん、ちょっと、ね、そうですね。その時なっちゃんは、はい、芸人なの？いや、その時は、うん、いや、普通にバイトしてましたね。で、お笑いは、その、うんうん、まあ、16の時にインスタントジョンソンさんとか、その、うん、太田プロのセミナーを、うん、の3期生かな、うん、ジャイさんは2期生で、うん、で、その3期生の人と、自分はトリオを組んだんですね。っていうか、加入したっていう形なんですよ。うんうんうん、男の、コンビに自分が加入してトリオになってみたいな、うん、でネタ見せ太田プロさんに行ってとかしてて、でそこにいたのが見た目が邦彦だったんですよ、うんうんうん、でまあ活動まあちょこちょこやってて、うん、まあその相方もいなくなり、うんうんうん、で高校行ってて、うん、でバイトもしてて、で二十歳の時に見た目が邦彦から連絡があって、見た目が邦彦、はい、ちょいちょいね、見た目が邦彦、元ダブルクラッチっていうコンビの見た目が邦彦っていう、星川誠っていう人、どんどん三田村邦彦でしょ見た目が邦彦です。あ、三田村邦彦さんに誘われていくわけないですよ、西口プロレスに。三田村邦彦さんは誘わないです。誘わない、はい、で見た目が邦彦から、うん、そうお誘いを受けて、うん、でもぎりに行ったらリングに上がってたっていう。あ、じゃあもう、はい、もうずーっと昔の話ね。メイプル超合金なんかもう全然最近ね。最近になりますかね。ということですよね。そうですね。メイプルが2012年なんで。でもそのさ、新宿風で最初やってたんでしょ、うん、そうですね。新宿風と、うん、プーク人形劇場。ああ、代々木にあるやつか。プーク。西口劇場ってさ、うん、何の西口？西口？あ、西口プロレスでしょ。西口プロレスって。うん、あ、なんで新宿西口ってそうじゃないもんね。ウエストゲート、新宿の西口ってちょっと違うね。プークも、あれ何でしょ、プークもだって忘れちゃった。新宿プークもちょっと違う。みんなそこをずっとなんで西口プロレス、何の西口って何かにかかってんのかなとか。俺新宿西口にずっといつも同じ、うん、すごい詰めてくるじゃん。いや、なんだったっけなって言ってんのに、え、西口プロレス、西口プロレスのことを俺たちは今そうそうそう知りたいんですよ。みんな飽きたでしょ、オミクロン、オミクロン。今俺たち西口プロレスのオミクロン、そういう番組じゃないけど、もともとラジオ界のラビットを狙ってんだから。え、なんだっけ、ラビットやんねえだろ、西口プロレスの話題が。忘れちゃった、どうしよう。ああ、そう、見た目が邦彦に電話してみます。いや、いいです、いいです。大丈夫ですか。まだやってんだよね。やってます、はい。オーカー公共じゃなかった、見た目、ペーパービューっていう、ね、あの、三平三平さんと組んでたコンビで、それは、三平さん。大川工業です。何回聞いても笑っちゃうんだよ、三平さんって。名前がみんな面白いね。いや、ほんと、人間椅子のね、素晴らしさを私に教えてくれた。うん、あ、そうなんだ。はい、そっか。三平三平さんです。そうね、やっぱ面白いよな、芸名。面白いですね、今。でも結構新しい人が入ってるから、自分も知らない人とか。西口プロレス？あとラブセクシーローズとかですかね。え、あ、それはもう昔からいる、うん、書いてあった、はい、あ、そう、うん、書いてあった。あとラブセクシーヤングとか、うんうん、女性、あ、ヤングは自分と同い年なので40です。もう全然ヤングじゃないって言ってました。あ、そう。実際のプロレスもそういういろんなキャラクターの人がいて面白いらしいからね。俺たちはあんまりプロレス詳しくないからね。元のレスラーを知らないけど、そうそう、確かに、ね、やっぱり見に行ったらめちゃめちゃみんな面白いって言うからね。面白いですよ、ね、ぜひぜひ見に行ってください。いやいや、そのポスターを見ちゃったからね。ちょっと誰が一番気になりました？あ、いやいや、ジャイアント小馬さんね。あ、はい、あ、はい、ババ、ジャイアント小馬さんは、はい、大きいのちっちゃいのどっち？ジャイアント小馬さん。ジャイアントさ、うん、ジャイアント馬場のさ、真似する人3人ぐらいいない？俺たちもさ、いたいたいた。あの人、名前なんだっけ、あの人。あの人、ジャイアント小馬場の人なのかな。誰だろう。いや、でも、まあまあでかかったよね、ジャイアント、その人ね。うん、誰だろう。名前わかんないんだよな。え、杉田博士じゃなくて。あ、そう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 。ああ、杉田、ああ、それがジャイアント小馬場です。ジャイアント小馬場がやっぱ杉田博士。はい。あの、杉田セリフっていう名前やってなかった。あ、途中杉田セリフになってます。セリフ、はい。そうでしょ、はい。元東京乾電池だと思います。確か。え、東京乾電池って。東京乾電池。おし劇団の劇団に入ってた。山本明さんのだと思います。あ、そうなんだ。乾電池じゃなかったかな。いっぱいいますよね。あ、バイセン高井さんとか。バイソン、はい、すごい。
あ、ダーティー仮面とかもいますよ。ダーティー仮面。今それ現在のやつってこと？現在多分言えると思います。はい。もう東洋館とかさ、はい、あれのホームページとか見るのと同じ感じ感覚だよね。こんな人いるんだみたいな ね。梅さんは今も西口プロレス出てんの？梅さんいらっしゃると思いますけど。あ、そうなの。出てると思う。もうだって東洋館で会うとヨボヨボだよね。ヨボヨボ。世界の超おじいちゃんだよね。世界の梅沢さんって、はい、なんつうのかな、破天荒な人なんだよ。本当昔ながらの浅草芸人っていう人で、ね、それでまあ、お酒も好きで、なんか自分でね芸人が、うん、こう通えるような居酒屋もね経営したりしてたんだけど、はい、今やってないのか分かんないんだけど、 その梅さんが YouTube 始めたんだよ、うんうんうん、それで俺たちも楽屋いたら急にさ、なんか出てよとか言われて出たりしたんだけど、はい、あんまり再生数も伸びないわけ、うん、で梅さんってさ一時期売れかけた時があって、エンタでね、あ、エンタのもっと前に、うん、あれ？あの電波少年、電波少年で、うん、その自分が好きなチーム、うん、応援して広島カープ代表で出たんだよ。ね、あ、そうだ。で、勝たないと飯食えないっていう企画があって、広島が当時弱かったから、1週間ぐらい平気で飯食わないかったりした時あったの。だから、あれ、梅さん今、やらないじゃないですかさ、今やったら死んじゃうよ。ガリガリなんだから俺。絶対無理だったよ、今の梅さんには。ガリガリですもんね。え、今、モヒカンではないですよね。モヒカンじゃないよ。今、モヒカンじゃない。もう、ただの、なんか丸刈りみたいになってる。ダブルリンダってね。うん、もう、コンビも、今やってるけど。浅草かんないよ、ほんと。浅草のね。うん。昔のポスターあったんだから、昔のポスターね。ちょっとメール読みましょうかね。メールね。波乗りトマトさんですね。はい、大相撲がね、今日から終盤戦ということで、昨日、御嶽海が、負けまして面白くなってきましたね、余談ですけど昨日は小遊三師匠、うん、米助師匠、うん、ねずっちさんなどが相撲中継に映り込んでいましたよ。有名人の方はいい席に座られてますね。花輪さんはたまり席に座られたことありますかって来てますけどね。たまり席ってどこ？砂かぶりみたいなとこじゃないですかね。一番近い。あ、よく、取り組み中に映る？映るところ。場所とかよく映るところ？そうそう。一番映るのは、うん、なんだろう、あそこの、水をさ、あげるところにさ、が絶対アップになるんだけど、あそこがコーナーが映るんだけど、あそこに毎日座ってる綺麗な女性の人がいるんですよ。もうドレスアップして、もう美女が、あ、和服じゃないんだ。和服じゃないの。で、和服の人も前はいたんだけど、今はもうその白いドレスみたいに着て、すっごい綺麗なマスクして、背筋ピーンってして、正座してる人がいて、俺ずっと気になってたのよ。うん、最近もう、なんだろう、妖精って言われてて、今。客席にいる。毎日いる。土俵の妖精って言われて、土俵の妖精だったかなんかの妖精って、毎日いる。毎日いるって、すごいね。お客さん。本当にいる人ですか？いる。昨日も映ってた。どういうこと？あ、本当にいるよ。わかんないです。本当にいる、本当にいる。俺だけしか見えてない人じゃないよ。ネットで出てくるからね。土俵の妖精。うん。何だったっけ？土俵の妖精か、なんか場所の妖精か、なんかそういう。そう、なんか、あれ、SNS とかやってないのかね、その人はね。気になる。インスタとかね。そうそう、気になる。誰なんだろう。俺も何回か見に行ってるんですけど、遺跡とかね、結構、もらえたりするんで。ただ、カメラがね、こう、映らないカメラに、の時は絶対映んないから。こう、向こう上面とか、その場所でね、よっては。場所によってはもう全然映んないから。だから、そこの場所として結構映るとこに、いつも米助師匠とかは、いるんだ。多分いるんだよ。米助師匠と小遊三師匠は一緒にいたのかな、やっぱり仲いいから。ああ、そうじゃない？ねずっちさんは。ねずっちまた別だと思う。今、マス席なんかは、あれだから今、二人しか座れないから。あ、マス席もなんかこう、たまに見切れるの？マス席。マス席もめちゃくちゃ見切れる。うん、あ、そうなの、うん、初めてのマス席っていつですか？初めてのマス席、はい、なんか、すごい、うん、すごいおもてなしされるんですよね。あ、おもてなしというか、その、うん、なんか、お茶屋さんがあって、うん、その、何軒もいっぱいあるんだけど、そこの人が、こう、いろいろ給仕みたいにしてくれるんだよね。そう、だから。あと、お土産とか、お弁当とか出てくる。そうそう、今食えないんだけどね。
だからその時になんか一応ルールとしてお心づけっつって、うん、なんかチップみたいのをこう渡しするのが、あ、そうなんだ、なんとなくこうしなくてもいいんだけど、うん、まあルールに、まあ、でもなんか大人の遊びって感じだね。そうそうそう、うん、初めて行った時それ分かんないから、うん、あの渡すでしょ、うん、そうすると多分なんとなくお茶屋さんに対して一つ渡せばいいのか、うん、来た人に全員渡さなきゃいけないのか、まあちゃんと分かんないじゃん。だからニーノとかあれ誰に聞けばいいんだろうみたいなとこも、一番初めの時も聞くのもちょっと照れくさいですよね。そうそう、あと靴脱ぐとこが意外に分かんなくて、マス席とかあそこどこから土足なのかとか分かんない。慣れてる人はもう靴脱いですぐマス席の自分の下のとこに靴パッと入れるんだけど、初めて行った人はこう必ず、これ靴持ってこうやってキョロキョロしてどこ入れんのみたいな。そこまでなんか教えてくんないから、で他の人見て、あ、ここに靴入れるんだみたいなね。すごい、そうなんだ。最初はね。そうそうそう、でもチップとかっていくらから渡せばいい？いやいや、それはもうあんま分かんないね。あ、うん、未だに？未だに分かんないね。そうか、聞きづらいですもんね。チップっていくらぐらいがいいんですかとか。ね、100円とかじゃないですもんね、きっと。100円とかじゃないと思うよ。1000円から、うん、いや何千円とか、うん、そういうのだから俺もなんかネットで調べた記憶があるもん。あ、そう、うん、そういうのっていくらなんだろうとか、相場がいくらなんだろうとかね。来た人全員に、うん、なっちゃんまだ末席はないんだ。ないです。うん、座れますか？なっちゃんはマジで、うん、一人だと思う。マス席って誰？マジで一人？大体何人で座るとこなの？基本的に 4人なんだけど、もともとが狭いから、もう4人は無理なんだよ、絶対。そうなの？そんなに狭いのに4人で座ってたんだ、今までは。うん、足伸ばせないんで、4人だと。もう正座しなきゃいけない。正座かアグラ、うん、あぐら。あぐら。あぐらで、男だったらもう絶対4人はもう、超狭い。あ、そうなんだ。うん、3人はちょいと余裕があるぐらい。まあそうだね。だから大体男、男、女性とか、うん、とかっていう時は、まあ、ギリギリ座れるぐらいだったけどね。うん、じゃあ自分マジで一人ですね。なっちゃんも申し訳ないけど、マジで。なっちゃん、きついと思う、多分。そっかー、うん、そう。だから、椅子席とかに座ればいいのよ。もうそっちの方が安いし。無理ね、マス席。椅子席も全然見えるしね。見えますか、うん、今、特に。何がいいの？まあまあ、近い。近い、あ、場所が、うん、場所が近いっていうのが一番だけ。ただこう結構チラ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 目立つから、うん、なんだろう、割と一回一回トイレ行ったりするときにまたそのみんなに見られたりとかっていうのが嫌だったら、もう一席に座った方が気は楽かもしれない。なんかちょっと喉渇いたらさ、ちょっとトイレとかさ、そういうときに行きやすいってあるかもしれないけど、でも自分が末席に一人でどしって座ってたら、うん、なんか土俵上がっちゃえばいいのにって思われちゃうから。審判部の人かなみたいなね。それかなんか親方どっかの親方ね、親方かなって思われちゃう。ゃう、あ、まあそうだ ね。そうですよね。まあまあでも面白いけどね。うん、結構だから相撲はね。客席とかも見て楽しんでる人もいるんだね。いるんだね。御嶽海が、もう9連勝だったんだけど、うん、昨日北勝富士に土がついたのね。土が負けて、うん、やっぱ照ノ富士。照ノ富士まだいっぱい。いっぱい。ああ、面白い。照ノ富士か。あ、そう。御嶽海か。へえ、うん。始まったばっかですもんね。もうでも10日。あと5日か。15日だから。うん。こっからが面白いよ、今場所は。あれ、その、無敗で並んでた、小兵力士は何だっけ？まあ、小兵でもないんで、阿炎ね。あ、阿炎さん。うん、阿炎は、もう2敗だね。あ、阿炎と宝富士っつって、もうベテランですね。各界のマツコデラックスって言われてね。宝富士。宝富士。うん、が今2敗で。各界のマツコデラックスって言われてるし。マツコデラックスもめちゃくちゃ似てるんですよ。みんなだって、あれなんじゃないの？体型的には。顔が似てるのよ。顔が似てるの？宝富士。めちゃくちゃいい人、宝富士。かっこいいの、マツコさん。めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいよ。ずっと昔からいるけども。あ、そう。すっごい長いけどね。で、今週日曜日が選手の、ね。うん、面白いよ、今、相撲は。はいはい、すごい、ツヤツヤしてる。めちゃくちゃ、宝富士俺大好きだから。へぇ、似てるか。すごい。本当だね、ツヤがある、ね。ツヤツヤしてる。お肌すごい綺麗。綺麗。あ、似てるかもしれない。すごいから、筋肉。いや、なんか、力士の方って、あれ、脂肪ほとんどないですよね。ないらしいよ。何パーだ？ 10% とか。本当に真冬でもさ、全然寒くない
みたいだよ。それ脂肪だから寒くないんじゃないの？やっぱり。筋肉だからじゃない。筋肉だから寒くないってことなの、うん、筋肉は寒い。脂肪の方があったかそうだよね。寒いんじゃないですかね。じゃあ、訂正します。多分寒いです。寒かってる。あの体型だったらまあ寒くないのかなっていうの普通に思うけど。うん、でも筋肉めちゃくちゃあるって言いますもんね。筋肉めっちゃある人ってなんかあんまり厚着しないイメージあるけどね。あ、うん、なんかいつも湯気出てる感じしますね。なんかね、イメージだけどね。もうムキムキの人ね。うん、やっぱ見せたいっていうのもあるんじゃない？ちょっと薄着で。なんか、中山きんに君とか寒いって思うのかな？ああ。いやどうなんだろう。ね、ずっとタンクトップですもんね。イメージあるよね。はい。の、服着てる時会ったことないかもしれないです。そんなことないでしょ。ほとんどタンクトップ。そんなやつ仕事でしか会ったことないからですよ。そあ、そっか。捕まるでしょ、だって。服着るんだ。服着るでしょ、それ。イメージあるけどな。ありますね、うん。やっぱり、うん、勝手なイメージだけど。はいはい。あ、これね、福太郎さんのね、メール。昨日 JB ナイツとその時に出演した平沢心さんの話になったと思うのですが、うん、私は JB ナイツを拝見しており、おじいちゃんお口臭いって心ちゃんが言うシーンがあり、口臭対策にお口の体操あいうべ体操とやらを番組でやって私も見習ってやってました。画期的な番組でした。ナイツさんぜひ再度やってください。 JB ナイツファンいました。あのジジイババジージバーバね。ジージバーバか。そうだ。ジージバーバ。あいうべ体操覚えてるね。うん、どういう体操なんですか？あいうべーつって、うん。あ、ベロを出すんですね、ベを。そうそう。なんかそういうやつだったかな。っていう、この体操やると、お口臭いのが治るよっていう。ああ、唾液が出やすくなるってことですね。そうそうそう、そういうことだった。なるほど、なるほど。すごい番組だよね。でも、こういう番組、今、まあ、昨日ね、亡くなってったみたいな感じでおっしゃってましたけど、うん、絶対必要なやつじゃないですか。そうだよね、うん。あってもいいと思うんですけどね。面白かったけどね、うん、確かに。やってほしいです。1年で終わったんだけど、うん、なんか1年ぐらいしかなんかネタなかったんじゃないの。ああ、うん、ネタ切れなのか。ネタ切れじゃないの。その、じいじばあばの、うん、まあ、孫にね、うん、こう喜ばれるための情報番組だもんね。うんうん、そうですよね。もうよく1年もやったと思うよ。そんなないのか。今週のお出かけスポットはとかってやってたけどさ。やってたね。途中からもう行くとこねえだろ、そんなみたいな。孫と行くところとか。逆、どこを行ったか。だから、あの、例えば、あの、うん、あの牧場系が多かったけど、なんとかの牧場、あ、なんかショッピングモールとかね、ショッピングモール、ああ、なんかそういうのとかも紹介してた、してたけどね、けど確かにそうだな、うん、なんか俺そのあのおじいちゃんお口臭いも 2,3 回見た気がするの、1年、あゆべ体操だけで、あゆべ体操だけで、だから覚えてんのかな、うん、これ、そっか、ああ、そうそうそう、そうかもな、なんか特番とかでなんかたまにやるぐらいでいい、いいと思います、普通のだから毎日やってる情報番組の中でたまに特集でこういう、そうそうそう。そういうのやるぐらいだよね。一年間やっぱやんのはなかなか。じいじばあばだけで、ね、毎週ってやっぱきつかったな。なかなかきつい。よく番組としてやってたと思うよ、それ。そういうことかな、じゃあ。確かに。逆はできますかね、うん、孫がじいじとばあば連れて行きたいみたいな、ダメなんですか、孫が見る番組ってことじゃあ。孫がこういうの行きたがっているよっていうのを、じいじとばあばに見せるっていう。あ、でもそういうのもやってたよね。そういうのも JB ナイツはやってた。孫が今何が、で、つって、なんだっけ、ポケモンか、あ、妖怪ウォッチだ。妖怪ウォッチがすげえ流行ってた。妖怪ウォッチがすごい流行かったんだよ。で、妖怪ウォッチ専門家みたいな感じで、うん、エレキのやついさんが出てきたんだよね。へぇー。やついさんそんなのもやってんの、って、そこで初めて、知った、うんうんうん、でその後やついさんが妖怪ウォッチ関係で出てるの一回も見たことないんだけど、あの時だけだよね。なんかすごい、あ、でも結婚したからな、おう、奥さんと、え、その妖怪つながりでね、妖怪つながり、妖怪つながりじゃなかったっけ、奥さんが妖怪が好きだから、奥さんがあの妖怪みたいな歯並びしてるからっつって、それでそれ妖怪ウォッチ関係なんですよね、妖怪ウォッチ、奥さんも妖怪好きなんだよ、妖怪ウォッチも好きだった、奥さんが妖怪が好きで、確か確か、それであの妖怪、妖怪みたいな人だって初めて皆さんを見て、すごい、それで結婚したんだよね、結婚したらしい、でも歯並び直しちゃったんだ、直しちゃったからさ、やついさん、ちょっと妖怪感が、妖怪感がなくなっちゃったんだけどね、あった JB ナイツ、そうだ、妖怪妖怪ウォッチよくやってたわ、ね、妖怪ウォッチの歌をみんなでなんかスタジオで一緒にヨーデル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 、そうなんだろう、すごい
やってほしいけどな。なんかね、うん、でもさ、あのさんまさんのからくりご長寿クイズとかもさ、うん、やっぱり1年に1回ぐらいだからいいんじゃないの、あれ毎週。あ、まあ大変か、結構大変なんじゃないの、あれ。あの、まあ確かに、そうですよね、お年寄り系はね、疲れちゃいますしね、多分疲れちゃうもんね、うん、収録ってね、体力が必要だから。そうですね、例えばこの時期に、うん、その孫がいて、うん、JB ナイツドンピシャの世代で見てたおじいちゃんおばあちゃんが、うん、今はその孫がもう、うん、言ったらその平沢心ちゃんみたいに、うん、もう高校生とかになってるわけでしょ、なってるでしょうね、うん、もういらないもんね、そうしたらその、うん、そのじいじばあば別に孫との情報いらないもんね、うん、そうなんだよね、うん、それが一個あるよね、うん、そう、うん、それはもう世代がめちゃくちゃ狭かったのかね、うん、めちゃくちゃ狭かったんじゃないの、そっか、じいじばあば孫がいるおじいちゃんおばあちゃん限定の番組ってなかなかないよね、そうだよね、もう高校生とかなったらもう孫になんか買ってやるっていう年でもないもんね、うん、それで終わったんじゃないの、本当にそれか、早めに終わらせようってなったんじゃないそれ気づいたね、途中で気づいたんじゃない、途中でもうやめたのかな、でも5分番組でもいいから見たいですけどね、5分番組なんかね、JB ナイツ、JB ナイツ5分番組面白くないですか、5分だったらまあちょっとこうネタも小出しにできるか、終わっちゃった番組やっぱりいっぱいありますけどね、そうね、なんかやっぱわけわかんない番組いっぱいありましたよ、うん、なんかそれでこれであの JB ナイツがウィキペディア載ってる載ってないみたいな話してたから、うん、自分たちのウィキペディアを見て、うん、あ載ってるみたいなの調べてたのね、うん、で一番わけが分かんなかったのが10年ぐらい前にあったナイツのベジでヤホーっていうのが一番え意味わかんない、何ナイツのベジでヤホーっていう、まずタイトルがわかんないじゃん、ベジって何ですか、ベジタブルのベジでヤホー、ナイツのベジでヤホーっつって、ね、畑に行ってね、意味が全くわかんない仕事なんだ、何したっけあれ、ベジでヤホー、畑でなんか俺写真撮ってんだけど、うん、なんか長野かなんか群馬かなんかのキャベツ畑かなんかで、なんかドラマみたいなさ、あれ俺がなんか農家の人のドラマみたいな設定で、うん、ここのキャベツ おいしいんだよみたいな、うんうんうん、コントですか、半分コントのなんか野菜番組みたいなやつなんだけど、野菜番組聞いたことない、野菜番組ってナイツのベジでヤホー知らないの、えちょっとちょっと待って、気になるけど、超覚えてるよ、ベジでヤホー、何あれ10年前でしたね、ベジでヤホーあったなぁ、うん、ナイツのどんなもんでしょうもひどかったけど、どんなもんでしょう、ナイツのどんなもんでしょうって俺がずっと丼持ちながら商店街歩いて、ね、コロッケとか乗せて最強の丼最強の丼作るっつって、ね、商店街で恵んでもらうおかずでね、花田さん食べるキャラじゃないのになんてめちゃくちゃあの見栄えとか何も考えないで、スタッフも何にもアポも取ってないから、はい、なんかコロッケの上に刺身のふさしちゃって、やばい、テレビ的に 見るもんじゃない丼にナイツのど、ナイツのどんなもんでしょう。全然美味しくなさそうだしね。ナイツのどんなもん。ありましたよ。わけわかんない番組。ビールジョッキを背負ってね。あれもなんか割と最近だからね。まだそんなに昔じゃない、ね。あれひどかったな。4年前ぐらい。いやいやもうそんな前じゃないよ。ビールジョッキを背負って。ビールジョッキサーバーを2人で背負って、はい、でそのビールがなくなるまでその静岡の人と飲み歩くって。あれ最悪の番組だった。すごいね。いやそんな飲めないし、うん、飲めないですよね、うん、全然みんな飲まないのよ、うん、いやそうだよ、ね、怖いですよ、ね、怖いでしょ、だって人が急にビールサーバー背負ってきてビールサーバー背負ってどうぞみたいな、そうジョッキ持って、うん、それでどうぞっつってこれおごるんで、無計画だからね、テレビ出てくださいっていう、何もロケハンもせずってこと、ナイツのビールいかがですかみたいな番組で、あったビールサーバーめっちゃ重いビールサーバー背負ってあのガチだからね。それで街歩いてる人にビールいかがですかっつって飲むわけないじゃん。で最終的にスタッフもこんなに飲まないと思わなかったとかって言い出して、うん、あの居酒屋行きましょうってガラガラガラってビールいかがですかって、それいやお店の人お店の人が困るじゃん、そんな売り上げになるんだから。そうなのよ。えほら、ね、飲んでいいんですかみたいな。そうですよね。わけわかんないあれ。自分も水を背負って、うん、あのフィリピンのフィリピン行って水背負ってあのお水いかがですかって言ってやったの、あの飲んでもらって同じじゃんそれ、はい、あのエピソード聞くみたいな仕事はしたことありますけど、フィリピンの人からしたら変な外国人が水背負って
飲ませてみたいな、ね、怖いですよね水なんか特に。そうだ、ね、どこの水なの。いや分かんないですよ私だって用意されたやつだからめちゃくちゃわけわかんないその番組の。いやだから俺のそれ俺らのやつよりもよっぽどわけわかんない。よっぽど怖いよそれ。まだわかるじゃんこっちはビールいかがですかまだ日本でやってるから売り子っていうのがある、ね、あるしあるからさイメージあるしまだいいけど。いやでもそれが初めての海外ですね私は。海外ロケ、まあ、そう海外ロケっていうか、まあ、海外行ったのが初めて。それが初めてです。すごいね水配ってきましたね。ね不思議な長寿番組に、ね、なればいいんでしょうけどね。やっぱり我々の実力不足とスタッフの企画力のなさと。いやそうだね。いやでもやってみないとわからないですよね。わからないんだよ。どれが人気になるかっていうのね。本当にそれはね楽しいですけどもね。さあそれではそろそろ行きましょうか。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めましてこんにちはナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメイプル超合金安藤夏です。さあこれ毎日2時台はゲストショーと題してゲストを招いてトークしていますが、うんはい、今日はトムブラウンの2人が今やってるんですよ。日本放送圧縮計画が俺なんかで、ね、面白いやつで1位とかなやつみたいな、人気なんだ持ってるらしいよ、ね、そうそうすごいですね1位、うん、トムブラウンの2人本当に圧縮するわけじゃないですけどね。え本当に圧縮するわけじゃないじゃないよ別にだってあの場所とかも変わってないし。大丈夫ですか、うん、心配にならないですよ本当に。どうやってさ本当に圧縮すんの。掃除機で。掃除機で布団圧縮袋みたいなこと、はい、気圧を下げる包んで、はい、包んで、うん思ってたのと知らなかった。思ってたのと違った。思ってた方法と違った。頭の中で思ってたのと。どっちもないけど。違ったわ。ああ。なんでトムブラウンの2人が今日はゲストです。はい。質問メールも待ちしております。メールの宛先、なっちゃんから。はい。受付メールアドレスは rs@1242.com。rs@1242.com。rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。ナイツさんや私、安藤夏への質問メッセージもお待ちしております。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。メールが読まれた方にはラジオショーオリジナルステッカーをプレゼント。番組に送られてきたすべてのメールの中から抽選で5名の方にもステッカーを差し上げます。はい、それではナイツラジオショーこの後3時30分までどうぞお付き合いください。ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。この時間は過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りしました。電波のルールを守りましょう。無線機の使用には技適マークの確認を。電波の利用には原則免許が必要です。外国規格の無線機にはご注意を。電波のルールに関するお問い合わせは総務省関東総合通信局へ。厄年にはぜひ厄除け方位除けをしましょう。新しい年の厄除け方位除けは関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。 JR 両毛線佐野駅下車、東武電車佐野市駅下車、東北自動車道佐野インターから10分です。老後の資金、考えてみませんか？セゾンのリースバックは、自宅を売って現金化、売却後もそのまま住み続けられるサービスです。
仮査定は最短即日。詳しくはセゾンのリースバックで検索。セゾンのリースバック。この人だと思った。一生を変えてしまうような出会い。夢を見た。憧れた。憧れはやがて悔しさになった。超えてやると思った。飛び出した。夢は叶った。悔しさはいつか感謝に変わってた。師匠と弟子。それは少し戦いに似ている。だけど一生叶わない。ビートたけしの知られざる師弟愛を描く映画浅草キッド、ネットフリックスで独占配信中。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まずはあなたが給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ズー沖縄県とか地元のメディアがちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、全然そっちの方向の報道ってされてる感じがないのね。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。適切に医療を受けなきゃいけない人に医療の機会を与える方針に舵を切れよと。さあ、ナイツラジオショー水曜日ですが、この時間、うん、ゲストが来てくれました。日本放送で毎週水曜日のオールナイトニッポンを担当されてます、うん、乃木坂46の新内麻衣さんです。よろしくお願いします。ようこそ、うん、新内さん、嬉しいです。いやもうね、マイチューンが、マイチューン、マイチューンです。そうです、マイチューン。マイチューンと今日はね、ドラマの話いっぱいしたくて、うん、あ、嬉しい、ドラマの話好きなんですか。マイチューンはなんかもうね、週に30分ぐらいドラマ見てドラマソムリエ、ドラマソムリエ、ドラマソムリエ対決ね、これ。あ、頑張ります。じゃあこれから、はい、ね、頑張っていただきます、ね、はい、そうですよ、嬉しいですよ、ね、大和なでしこがね、大好きで古くないいやもう本当にナンバーワンでオンリーワンなんです、私の中で。大和なでしこ、いや、すごいいいドラマだけどですよね、ちょっと古い、なんかもうちっちゃい時にあれを見て衝撃を受けすぎて、その衝撃が未だに続いてるっていう感じなんですけど、うん、まだ続いてんの、あれ、はい、芸能界入りのきっかけみたいな。いや、それもすごい思います、うん、なんか、ね、きっかけっていうきっかけではないんですけど、うんうんうん、これに多分潜在的に意識はしてたんだろうなって思います。あ、じゃあどっかでミーシャ流れてんの。え、ずっとミーシャは流れてます。ずっとミーシャさんは、はい、ミーシャ流れてるの。はい、あ、そう、結構流れてます。あ、お会いしたことあるんですか、松島奈々子さん。はい、堤真一さんもないんだ。そうなんです。でも芸能界ってそういうところなんだろうなって思います、うん、本当に大好きな人には会えない、なかなかね。そうなんですよ。でもそれはもう自分から会ってしまったらもうなんか終わってしまうかも。いや、そうなんですかね。でも本当にいつかお会いしたいなと思います。いつかお会いしたいということで、はい、今日はありがとうございました。終わりました。なんだそれ。まだ何も来たばっかなのに。何だ、ドラマそんなに詳しくないんだから、うん、無理やりドラマソムリエの方に持ってこうとしなくていいんだから。山田奈々子だけでしょ。いや、でも最愛も見てました、最近だと。最愛のも見てる。最愛も見てたんだ。見てます、見てます。最愛か。またね、すごい結末でしたもんね。いや、すごい結末でしたね、大好きです。奈々子さんはだから若い女性が来たらもうドラマの話しかできないの。そうなんです。そうなんですか。いや、そんなことないよ。で行こうとするから、ね、そんなことねえよ別に。そんなことないよね。漫画とか読むでしょ。漫画、漫画、そうです。そんなに読まないんですけど。あ、じゃあ何、化粧品の話する。化粧品、逆にできんの。わかりますか、コスメって言わないところが化粧品って言ってるところが、化粧品の話、ね、買い物ラボの MC とは思えないよね。確かに、コスメぐらい言ってほしいよね。コスメとかスキンケアとかではなく化粧品という。何が詳しいんですか、一番詳しいで言うと、うん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 、
なんか突っ込まれるとそんなに詳しくないかもって思ってちょっとなんかうかつに言えないなっていう。そうだよね。そうだよ。でも毎週オールナイト日本でそのリスナーとかもちょっとマニアックな話とかになったりも、ね、そうですね。でも大和なでしこは擦りすぎてもういいよって多分思ってます。リスナーも皆さんはそれくらい好きなんだ。もう大和なでしこが、はい、大好きです。ずっとね。だってもう20年だ。子供の頃でしょ見てたのあれ。そうですね。小学生でした。そうですよ、ね。お母さんと一緒に見てました。お母さんと一緒に、はい、お母さんが見てたのを見てたの。そうなんですよ。月9だったと思うんですけど、うん、じゃあ僕たちとはね、うん、ちょっと年代が合わないから、うんはい、東京ラブストーリーなんかはもう全然知らないですか。東京ラブストーリーは多分2歳とかそんぐらいだと思う。それはさすがに見てない、ね、見てないです。わかんないんだ。そうなんですよ。じゃあ一番やっぱり興奮するのはあの2人なんだ。大和なでしこですね。あ、今日はありがとうございますだからなんでだよじゃ何で来たかってことね。写真集を出されたんですよ。そうなんですよね。ね。こういただきました、僕らも。ありがとうございます。あのサインとメッセージまでいただいて。嬉しいね。嬉しいね。うん。字もまた上手ですね。いやいやいや。なんかやってたの習字とか。全然です。独学？独学ですけど、なんかだんだん親の字に似てきたなって思います。あ、そうか。そう。昔めっちゃ下手だったんですよ、小学生ぐらいの時。でもなんか嫌で恥ずかしくて、うん、自分でなんか字書きました、うん、練習したのね。練習しましたね。サインは誰が考えたの？サイン自分で考えました。お恥ずかしながら、これはなんだ、ケツ？ケツですか？アイドルがサインで、ケツなんだ。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。あーじゃないよ。斬新ですね。ないですね。あーじゃないよ。いや、アイドルの本当にサインに。これは何、この右の星のちょこちょってライオンズみたいな、セーブライオンズみたいな。マイのところの星ですかね。うん、愛のところのあのチョンっていう愛の点です上に。まあいいのいいだ。まあいいのいい。本当だ。ね。そうです。ちゃんとしてる、アルファベット。バランスもいいし。はい、そうですよ。サイン褒めなくていいね。確かに。写真集ね。中身を見てください。いい写真ありましたよ。おいい写真あった。なっちゃんおすすめの、裸で、うん、あのおにぎり握ってるとこです。マジで一応着衣はあるんですけど。着衣、あ、着てましたね。ほら、すごいね、ほら、うなじ越しのこれ好きです。あら、本当だ、色っぽいわ。ただね、僕そのおにぎりはちょっとデザイン的に食べる気がしないんで。いや、デザイン的にジョブチューンかな。人の握ったおにぎりじゃないんじゃない。そう、ジョブチューンだから。ジョブチューンするなって関係ねえから。美味しそうじゃん、めちゃくちゃ。美味しそう。そう、でもちょっといびつな形だったんですけど、うん、これいいですね。なんかそうなんですよ、ちょっとベタベタくっついちゃって。これ何？ポストカード付きです。あ、これ何書いてくれたの？これは、あ、ついてんだ。もともとついてるやつ。ちょっとドキドキしちゃった俺だけになんか書いてんだからメッセージだと思っちゃった。これメッセージ全部違うんですか？違います。え、違う。ポストカードとに合わせて書いてます。俺のやつできる女、え、できる女風。あ、そうです。それはあ、これに合わせてね。これに合わせて書いてます。マスカット映え、マスカットのやつを。あ、そうなんだ。そうなんですよ。大変だったでしょ、このどれに何パターンを買ってのお楽しみってこと？そうです、それが入ってるかお楽しみって。爽やかなお茶飲んでそう。なんでさ、ごめんなさい、大喜利で写真で一言やらされたの？なんかいっぱいありすぎて、確かにちょっと考えがつきてしまった感はありますよね。すごい。そうなんです。パーサーとかに行きたいんだけど、このチュパチャップス舐めるのはいつからこうみんな舐めるような。マスカットですこれ。マスカット、マスカットだって書いてあるんだ。丸いやつをね。チュパチャップス。あ、チュパチャップスもあります。チュパチャップス、はい、チュパチャップスもあります。これを記念して今日は日本放送いろんな番組にね、そうなんですよ、出ているんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと今日はね、コーナーも一緒に新内さんがお付き合いいただけるということなので、はい、お願いします。はい、このコーナーを一緒にお届けしましょう、はい、こちら、いけるっしょ。すごい、一番気合入ってる、はい、このコーナーではですね、ちょっと不安なことがあっても何でもいけるっしょの精神にトライしてしまう私安藤夏のように、うん、リスナーの皆さんがいけるっしょの精神で乗り切ろうと思ったことを紹介していきたいと思います、うん、はい、ちなみに新内さんは最近なんかいけるっしょ的な、いけるっしょこっちゃえみたいなことを言っちゃえよ、うん、あのディズニーランドを友達と一緒に、うんうん、2枚チケット取って行こうとしたんですけど、うんうんうん、友達が風邪ひいてしまったので一、うん、人で行っちゃいました。え、友達他の友達誘わなかったの？いや、捕まらなくて、うん、そう、友達ちょっと少ないタイプなので、少ないな友達少ない。でも一人でも行けるっしょという一人でも行けるっしょと思って行っちゃいましたね。楽しめた？あれ、1時間で頑張りました。1時間で1時間で帰っちゃったね。そこまで行くっていうのはね、いけるっしょの精神で。そうですね、ラジオのネタにもなると思ったんで、はい、行ってみました。一人で行ったのね、はい。ちなみに何か乗ったんですか？
あ、ちょっと乗るのはちょっと恥ずかしかったんでごめんなさい。景色だけ楽しみに行かせていただきました。景色だけ1時間楽しんで帰ったんだ。はい、1時間2周ぐらいして。さあじゃあこれいけるんじゃないじゃん。いけるかな、これはいけるんじゃないですか。はい、来てます。ラジオネーム相模五郎さん、うん、はい、お餅は焼くと膨らんで中身はほとんど空気だから、うん、いくら食べてもいけるっしょ。いやいや、おー、いけないいけない、ほんとだ、カロリーゼロじゃないよ、カロリーゼロじゃない、膨らんでなら空気だと、いけるっしょ、いけるいけるしょ、いけないかもしれないです、ね、いける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 、いける、だってもう空洞で空気ってカロリーありますがっていう話ですから、空気食べてるわけじゃないじゃん、餅はだって1個ご飯茶碗1杯分の、うん、はい、あの量ありますけど、カロリーあるありますけども、うん、餅は好きですか。大好きですけど、はい、ちょっと2個ぐらいで結構ほら、いや、なんか焼いてください、焼いて膨らまして、膨らませない、基本焼いてるんですけど、うん、焼いて、あ、じゃあちょっとマイさんに読んでもらおうかな、いけるっしょ、ピーターさんからです、うん、ピーターさんからです、はい、暖房が壊れた、でもあと約1ヶ月半我慢すれば暖房なくてもいけるっしょ。あ、いけるぞ、あ、これ私いけます、いや、いけるっしょ、私はいけます、いける、いけるっしょ、はい、暖房なしで、暖房なし、これからどんどん戻す、うん、今ね 6.4 度なんですよ、わ、暖房なし1ヶ月半全然いけるでしょ。でも毛布にくるまってお風呂入ってすぐ寝れば、もういや本当それ本当それいけるんかい、いける、でもあれだよ、意外に1ヶ月半ってたってさ、4月とかまだ寒い時あるよ、いやそうですよね、でもいける、あれですよね、ジェラピケ着てればいけるでしょ、ジェラピケ、ジェラピケ着てモコモコのモコモコルームウェアを着てれば、あ、そう、ジェラピケです、ジェラピケジェラピケでしょ、はい、ジェラピケ飲み込もうとする精神ね、ジェラピケ の、はい、ミストウォーターで化粧する、気持ち悪いな、服の繊維のミストで、ジェラピケのミストウォーターで、ミストウォーターでしょ、パブリックウォーターならあるかもしれないんですけど、パブリックウォーターでしょ、はい、うん、声をかけないかもしれない、花さんが吸収しようとしてる、おー、あ、終わり、時間がないよ、時間でございます、なんだよ、わ、終わりか、はい、今日ずっと出るの？今日そうですね。大変ですね。じゃあ番組が出させて、そこのねドトールとかに時間潰すもんだから。あの地下にいます、ここに。地下にいます。ずっと地下にね、いるということで。さあということで、あなたがいけると思ったことを送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com、rs@1242.com、件名はいけるっしょでお願いします。はい、ということで、うん、まあこの後も日本放送ね、うん、いろいろ出て CM あるということですから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を0120-10-10-10-10-10-10。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 66-4747 ガリバーへ。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。
代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。ここでハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。横浜八景島シーパラダイスで節分に向けてアナゴの恵方巻き水槽の展示が始まっています。今年も恵方巻きを食べる方はたくさんいらっしゃると思いますが、アナゴはよくこの恵方巻きの具の中に入ってますよね。アナゴは狭い場所や穴に入る習性があるので、水槽の中に太巻きそっくりの筒を作っておくと、ここにアナゴがすっぽりと入ってきます。まるで本物の恵方巻きが並んでいる感じなんです。顔とか尾びれが筒から出たりする可愛い姿が人気を呼んでいます。アクアミュージアムの3階で2月6日まで公開されています。このアナゴの恵方巻きをイメージしたぬいぐるみが島内のショップで販売されているんですが、可愛くてリラックスできると人気がありまして、今日現在はまだ残ってるんですが、なくなり次第終了ということです。1月22日からは白イルカの豆巻きも行われます。特製のマスがついた棒を加えて、福は内の掛け声でお客さんに向かって豆を巻きます。白イルカと一緒に豆巻きも楽しんでみませんか。八景島シーパラダイスの節分イベントは2月6日まで行われています。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。清水さんの写真集。お笑いコンビママタルトの日原です。大鳥ひまんです。オールナイトニッポンポッドキャストの土曜日を1月は我々が担当します。全部で5回の放送でプロの放送作家を輩出。最終回の構成をお願いします。気になる方は日本放送のポッドキャストステーションで。まあごめん。時刻は1時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の急速な感染拡大を受け、政府は今日夕方、東京や埼玉、千葉、神奈川などの1都12県へのまん延防止等重点措置の追加適用を決定します。これに先立ち行われた専門家らによる基本的対処方針分科会で、期間をあさってから来月13日までおよそ3週間とする政府案が了承されました。分科会終了後、記者団に答えた尾身茂会長と日本医師会の釜谷常任理事です。人流抑制ではなく人数制限というのが一つのキーワードになると思います。まあ、4人ぐらいとか静かにマスクをするとか、そういう行動をしていただければ店を閉める必要は私はないと思います。大声であったり大人数であったり長時間集まって感染防護しないでうつるという、そういうリスクの高いところに特化して、対策を講じていくことが極めて重要だと。で、政府方針は山際経済再生担当大臣が今日午前国会に報告し、夕方岸田総理大臣が本部長を務める政府の対策本部会合で正式決定されます。一方、京都、大阪、それに兵庫の3つの府県の知事はまん延防止等重点措置の適用を政府に要請するかどうかについて、経済圏が一体の京阪神地域で対応を協議しようと今日午後テレビ会議を行います。次に、イギリスで新型コロナウイルス対策の規制が行われていたおととし5月に首相官邸で飲酒パーティーが開かれた疑惑をめぐり、
ジョンソン首相の元最側近が首相は議会で嘘をついたと指摘しました。ジョンソン首相は今月12日当時の集まりに参加したことを認めて謝罪した一方、規制ルールの許容範囲内と解釈されうる職務上の会合だと思っていたと弁解しました。これに対し最側近だったカミングス元首席顧問は首相に対して規制のルールに違反する飲み会だと事前に警告したとツイッターなどで訴え、仕事の一環だったとする今月12日の首相の議会証言を否定しました。これに対しジョンソン首相は18日記者団にルール違反だと警告した人はいなかったと反論しました。おしまいに、今月31日に予定されていたアメリカグラミー賞の発表と授賞式は4月3日に行われることになりました。主催するレコーディングアカデミーが18日発表したもので、授賞式は通常ロサンゼルスで開かれていましたが、今回は初めてネバダ州のラスベガスで開催されます。アメリカグラミー賞は去年も新型コロナの感染拡大を受け、授賞式がおよそ1ヶ月半先送りされました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。日本放送ラジオリビングおすすめ、近江牛の切り落とし、口の中でとろける美味しさ、 200g を8パック合わせて 1.6 キロで税込みジャスト1万円。近江牛の切り落とし、お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。続いて日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。神奈川県の西湘バイパスが工事のため通行止めになっています。西湘バイパスは上下線の小田原インターと石橋インターの間と、上下線の早川インターと小田原西インターの間がいずれも工事のため通行止めになっています。このため下り線の小田原インターで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉の国道298号線の松戸市方面からの外回りは市川市市川南インター南で事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分頃お届けします。はい、サムネイル来てますかね、うん、あ、一郎世代さんね、うん、いつもラジオを聞きながらツイッターも見ていますが、うん、今日はオープニングトークが30分もあることに驚いているツイートがたくさん見受けられました。乃木坂ファンの皆さん、これが通常運転です、うん、はい、そっか、そうなんだ。ジョニーさんが出るってもうみんな分かって、オープニングから聞いてくれてたんだね、うん、あ、そっかそっか。じゃあ新しいんだな、新規リスナーが聞いてくれたんでしょうか、うん、大丈夫でしょうか。西口プロレスの話とだからマッチンさんからね、はい、西口プロレスのホームページ見ましたけど、はい、100年に1人の逸材、棚卸し広志を発見しました思わず笑ってしまいました。棚橋さんじゃなくて、うん、棚卸し広志をですね面白い、いいですね、ね、面白いよね。ああ、いいですか、新規のね、新規のね、それこそトム・ブラウンなんか西口プロレスっぽいよね、なんか、まあ、西口プロレス、どっちも西口プロレスいそうな感じだよね、もういかにも、まあ、どこっぽいとかがないから。中央事務所よりお知らせです。現在、カードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也、無料の確認ダイヤル、0120-10-10-10であなたが受け取れるかご確認を。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー。タンス一つでも OK。 無料お見積もりは 0120-1919-00 1919-00、 鳩のマークの引っ越しセンターまで。中央事務所より大切なお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。
中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。メープル超合金の安藤夏です。さあ、それでは2時の天気予報、安藤夏ちゃんから伝えてもらいましょう。はい、はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 6.8 度、湿度 37%。 東京地方今日の天気は曇り時々晴れ、関東地方は広い範囲で晴れますが雲が広がるところもあるでしょう。神奈川県西部の山沿いでは夕方から雪の降るところもありそうです。路面の凍結にご注意ください。予想最高気温は8度前後で厳しい寒さが続きます。また空気が乾燥していますので、喉や肌の保湿や、火の取り扱いに十分気をつけてお過ごしください。以上、2時の天気をお伝えしました。キャーだね。ありがとうございました。キャーだ。はい。キャーだね、寒いから。キャー。キャーだよ。キャーだね。天気予報ではキャーだねはないでしょ。寒い、キャーだね。キャーキャーだよ。気温キャーだよ。なんでだよ。キャーってなんだよ。気温キャーだよってなんだよ。ということで今日のゲスト、はい、トム・ブラウンのお二人が入ってきてくれました。よろしくお願いします。トム・ブラウンの岡です。ね、2回ラーメンは鼻からすすります。キャーキャーだよお前。これでしょ、キャーだよ。どうやってどうやってじゃない。ラーメンは鼻からすすります。キャー。なんでもう一回やらすんですか。キャーですよ、鼻は。アクリル板あるとはいえわざわざマスク外させてすするところ見たいって言うから、はい、トムランの道夫です。お願いします。はい、よろしくお願いします。けど今でもラジオやってんだもんね。ポッドキャスト。そうなんですよ、ポッドキャストで今やらせていただいてて、ね、あのなんか思ってた感じと違う感じに最近なってきて、なんかあの普通に中高生が、あの恋愛の相談とかを僕らのラジオに投稿して僕らでね、圧縮計画。そうです、圧縮計画。2人に相談してる内容じゃないの。いや、はちゃめちゃ内容のつもりで始めたら、あのどんどんなんか中学生とかが本当にあの、前の席の子がちょっかいかけてくるんですけど、これは好きなんですかねとか本当にそういう内容で真面目に答えるの。ちゃんと俺らはめちゃめちゃ真剣に答える。真剣に答える。なんかそんな思ったのと違う。そうですね、僕も別に僕はただただ普通に答えてるんですけど、そしたらなんか布川の恋愛 あの達人みたいになってるみたいな。僕が全然恋愛がうまくいってなくて、布川に毎回この相談するんですよ。これどうしたらいい、この LINE ってどうやって送ったらいいのみたいな。それのアドバイスがすごい的確で。なるほど。それで聞いてる人が、あ、この人に聞けば全部わかるみたいな。プライベートで聞くんだ。なるほどね。いや、ラジオ内で聞いてたりしてる。道を聞いての聞いて、そうです、中高生たちが頼りにしてんだ。道がおかしすぎるんですけどね。女の子を誘うのに普通なんか夜になんか飲みに行きませんとか、そういうような誘いじゃないですか。なんかモーニング食べに行きませんとか。朝か。夜じゃなくて朝なんだよ。いや、なんか、いや、警戒されるかなとか。逆に警戒するよ、モーニング。ないっすよ。一発目モーニングから行った方がいいと思ったんだ。そうだ。朝からだんだん時間帯を。なんか文末にカエルのなんかあの絵文字みたいな。よろしくの後に、そのカエルの絵文字つけた方がいいよねって言ったら、いや絶対つけないんだよ。気持ち悪いし、すごい詳しい。なんか文末の開業2個ぐらい挟んだ後に、なんか動くカエルの絵文字1個だけつけた。気持ち悪い。ラインとかの問題じゃねえよ。それはだから毎回相談してたら、中高生がまさか恋愛相談をしてくるようになっちゃって、カリスマみたいになってんじゃないの。いやちょっと予定と違いますね。予定と違うね。そういうの分かるんだ。
いや、僕はそんなこと、多分普通恋愛経験豊富なの、なんか。いやいや、全然そんなことないですよ。僕、今、うん、あの、奥さんとだいぶずっと付き合ってましたし、うん、だからそんなにいっぱい遊んでるとかそんなのはないですし、うん、ただただ普通のこと答えてるだけなんで。ダメとか言ってほしいのかもね。あ、やっぱ今の子ってその学校でも怖が、はい、先生が怒らなくなっちゃったから、うん、怒られたい怒られたいみたいのがあるんだ。そのやめた方がいいよみたいなって言うんでしょ。その恋愛ダメみたいな。まあ、いやあの全然そんなこと言わないで。あ、そうだそうだ、ないんだ。その前の席の子がちょっかいかけてくるのは、うん、まあ、あの好きかどうかは分かんないけど、うん、気になってるのは絶対確かですよみたいな、うん、本当に真剣に、そちゃんと親身になってね、あの3個サイン伸ばしながら真剣に喋ってます。すごいね、そのポッドキャスト大人気の。じゃあトム・ブラウン、この後たっぷりと裏切られていただきます。すいません。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 お聞きの番組は FM93AM1242、ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。大谷さんプレゼンツザ・ゲストショー、この時間はありがとういい薬ですの大谷さんがお送りします。食べ過ぎ胃もたれ困ったら選ぶなら A、 決め手は4つの消化剤、油でんぷんタンパク質、胃もたれまとめて分解ウィッシュ。胃もたれに大体酸 A 錠剤、第5の大体酸 A 錠剤、食べ過ぎ胃もたれに効く第2類医薬品です。 Welcome to the radio show。何やってんだよ。3人で写真撮って、いや僕の縦に3列並んで、なっちゃんがよく撮る写真なのこれ。はい、あの、うん、今日のロン毛っていうのを、うん、あの布川くんがインスタに上げてるんですよ、今日のロン毛ね、はい、で見たことある。自分今おかっぱだし、うん、みちおちゃん坊主だし、うん、でもロン毛になりたいっていう気持ちがあるから、うん、布川くんの髪の毛を借りて、うん、そういうロン毛になった写真を。パーカー抜きながら言うじゃないよ。パーカー抜きながら言うじゃない。ロン毛が見えやすいように相撲の勝利者インタビュー、黒い服着てたからパーカーを借りてね、向こう様をした僕のパーカーを直接写真を撮って、 CM 明けました。今日のゲストトム・ブラウンのお二人です。はい、よろしくお願いします。やっぱり道夫はさ、なんかやっぱりこう、はい、なんで我慢できないでしょ、思いついたら。この前も舞台でさ、ボケ普通に流れに関係ないボケをいっぱい言ってたよね。あのゆめちゃんの時に、はい、あ、企画、最後の企画人力車のゆめちゃんって女の子が司会の時にさ、はい、もう全然あのちっちゃい声でさ、はい、現実ちゃんですかとかさ、夢と現実ね、そうそう、いや夢ちゃんですよって言ってくれるかなと思ったら、なんですか、なんですかそれ、だってシカゴっていうのの振りのシカゴかと思ってたの絶対。そうだね、流れ上なんて三文字言えばいいのかなっていう顔してたよね。そうそう、しかも道夫が振ったそのシカゴっぽい言葉が、うん、なんかあの逆に赤ちゃんが逆に生まれてくることですか、うん、って言って逆子っていうのを、うんうん、ゆめちゃんはもうネタで普通にやってたのにそれを振って賞賛ないから自分が思いついたと思っちゃった。自分が思いついたと思ってやってるからダメ、逆子ってやってくれたからあすごいと思ったネタでやってますけど違うんだよ。昔から知り合いなのトム・ブラウンは、なっちゃん、ずっとライブ一緒でしたね。あ、そうなんだ。阿佐ヶ谷スペース、アートスペースプロット、ね、プロットとか。ちょっとまた新しい声出てきましたけど、阿佐ヶ谷。アートスペースプロット、プロット知らないですか。プロット知らない。どこにある、それ東京の人間じゃないっすよ、もう。お前北海道だろ。いや、確かに。何阿佐ヶ谷。阿佐ヶ谷ロフトよりも。
はい、近い阿佐ヶ谷ロフトよりちょっと奥です。パン屋の近くです。この前行った。わかんないよ。揚げ出し豆腐屋の横です。はい、わかんない。わかんない。阿佐ヶ谷の商店街頭入ってないから。阿佐ヶ谷駅から大体20分ぐらい。そんなに多いな。阿佐ヶ谷南から10分ぐらい。あ、そんな遠いところの小屋でよく昔ライブにやってたの。そうですね。単独、ね、ライブやってたよね。だからそこで。やってました、やってました。本当、なんかメイプルさんにもゲストで出てもらったりとか。そうです。まあ30人も入ったらパンパンな。何年目なんでしたっけ、ね、トム・ブラウンってまずはこれ結成で今13年とかですかね、うん、そうです。結成も13年目なんだ、はい、そうですね、ですね、だから M1 で言うとあと2回してるだよね。じゃあ15年目もね、8年目9あもっと後か10年目ぐらいの時に決勝に初めて、あ、そうですね、そうです、行ってギリギリなんとか、そうです。ちょっと始めたの遅いの、うん、24とかそれぐらいに始めたって。いや、もともと別でやってたんですよね。そうなんだ、はい、あ、同じだね、先輩後輩だけど、はい、そうです、そうです、僕はピンで最初に始めてて、うん、はい、で最初道を誘って、うん、下道をに断られまして、うん、あのプロスノーボーダーになりたいからっていう、プロスノーボーダー、そうです、断られました。本気で目指したの？本気で目指しました。あの専門学校札幌には、スノーボード専攻っていうのが当時ありまして、うんうんうん、でそこを、まあ、1年バイト浪人して、うん、そこ入学金稼いで入って、うんうん、もう本気でやってインストラクターの資格までは取ったんです、スノーボード、うん、すげえ。でもなんか周りのレベルがちょっと高すぎるのと、うん、本当にスノーボードのプロになると命を投げ出す覚悟がないとできないんですよね、うん、もうギリギリのとこ攻めないで、そうです、そうです、 F1 とかと同じだ、あ、そうです、うんうん、できるかどうか分かんない崖から本当に滑ってきたりとか、うんうん、高さ 10メーター近くバーンって飛び上がるジャンプ台とかに行って、うんうんうん、物怖じしないでこう技をやったりとか、うん、もうそこで友達が10メートルぐらい飛ぶジャンプ台で着地失敗して、うん、もうえぐいぐらい、もうお食事中の方いたら申し訳ないですけども、うん、本当に骨が突き出るぐらいの骨折見ちゃって、それでうわもうやめようと思って、でその 2,3 日後ぐらいに、うん、その野川くんがもうピンで芸人やってたんですけど、うんうんうん、あのローカル番組札幌の、うん、ピンで出てたんですよ、へ、うん、で、あ、高校の柔道部の先輩の野川くんがテレビ出てると思って、うんうんうん、布川がテレビ出れるならめちゃくちゃ簡単な世界だなと思って、もう始めたんですよ。見られたもんですよ。見られたね。見られたもんですよ。なんで一人で出てたの、テレビ。いやいや、それは一人でもちゃんと芸があったからですよ。僕の。本当に？本当に。どういうネタやってたの？一人でなんかあの、うん、おい相撲取り、大相撲の相撲取り、お前らタオルで汗拭く順番、顔を洗って、脇洗って、顔を洗う。来たね！FUMAN 不満ですねっていうネタですよ。だからこれですよ。これでテレビ出てたんで、あ、簡単な世界だな。簡単じゃないでしょ。いやいや、これでなんかよなんかオートバックスのなんかイベントで俺優勝しましたからね。M1 とかじゃないですよ。M1 じゃなくてオートバックスの大会です。M1 外れた後そんなのやオートバックス金出すの。いやもう M1 の最中ぐらいですよ。最中に札幌市のオートバックスで、はい、それをやってたんですよ。イベントマジで、はい、僕優勝して、ピンでピンでそれで優勝して。芸名は何だったの？芸名は布川ひろきそのままやってました。すごいじゃん。髪型は？髪は本当にただの普通の短い髪型でやってて、はい、だから未だに札幌とか帰っても気づかれない時ありますね。あの時の人って、やっぱ。じゃあちょっと有名人だったんだ、もう札幌では。布川くんは。まあ、深夜のお笑いとかを見るような人は知ってるみたいな感じ。その札幌以外の人は全然知らないでしょ、全国区じゃないでしょ、まあ、そうです。札幌のテレビにはいっぱい出てたんでしょ、まあ、ちょびっとですよね。夜中深夜番組とかちょろっと出るぐらい。ちょびっと、本当に。だからでその後トム・ブラウンになって、はい、あの今の合体みたいな形はもうすぐできたの、はい、いや全然できなかったです。最初普通の漫才やってましたけど全然受けなかったです、うん、何やってたの普通の最初は、うん、なんかその、うん、どんなのやってたっけ、うん、まあ、一番最初はコントやってましたよ、うん、あコントも漫才じゃないんだ、はい、最初コントやってて、うんうん、一応まあ僕がネタ作って全部やってたんですけど、うんうんうん、はい、でもその時とかもなんか道代がツッコミで僕がボケみたいな、うん、最初やってみようみたいなやつとか、はい、やってて、うん、でしたら道代がどんななんかボケとかにもなんかやかましいと
なんでやねんみたいなツッコミしか残ってやねん。2個ぐらいしかなかったんですよ、一応が。ツッコミ。ツッコミのパターンが。僕がツッコミやってみるってことは、それしか言えなくて。それ、うるさいとか。やめろとか、そういうのしか言えなくて。なかったんで、これちょっと違うなって、逆にしたんですけど、僕今、ダメ一つだ。僕より少ない。ダメだけになった。その方が少なかった。なっちゃいましたけどね。そうだよね。そうそうそう。最初の頃ちょっとね、全然ウケなかったですね。そう。声はさ、やっぱりでかかったの、昔から、二人とも。声でかいじゃん、やっぱり。ああ、言ってもらいますね、確かに。でも、最初、僕ら路上ライブをめちゃくちゃやってたんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、札幌の近くに恵庭っていう、なんか本当、なんでしょう。何度も行ったことあるよ、恵庭市の会館。あ、本当ですか。あります?ええ、すごい。恵庭の駅、とかで僕は札幌じゃなくて、うん、やっぱ北海道は今恵庭だって話になって。なんで?いや、なんか何の隠しもないですけど、恵庭で。かっこいいもんじゃなくて、はい、札幌市内でやるのがなんかあの都会だからちょっと怖くて。ビビっちゃう。ビビっちゃう。で、言うな、ちょっと近いところで。JR からちょっと3駅ぐらい。これからは恵庭だと全然違う。言うなよ。なんだお前は。なんだお前は。なんでそういうの言うんだよ。俺が嘘ついたみたいになるんだろ。先輩だって嘘だろ。やめて喧嘩すんの。ふざけんなよ、お前。お前はいつもそうだよ。やめなさい、喧嘩。誰かと俺が会話してもさ、この前、そういえば、昨日誰々が、なんか、こういうこと言ってましたよって言ったら、いや、それ昨日っていうか、4日前ね、みたいな感じで横から入って、どっちでもいいから別の人のトーク挟んでよ。別にいいだろ。なんだろ、なんだろ、なんだろ。なんか、ここに死亡臭できて気持ち悪いですよ、なんか。目の上に死亡臭。すごい気持ち悪い。もともとなかったよ、お前まで。なかったよ。気持ち悪いぞ。倒すなよ。見てください。でも倒してませんから、こいつ。こいつポーズやってるだけですよ。ビジネス最後の。ビジネス最後。気持ち悪いんだよ。なんで殴った、なんで片番された。片番さんが殴る意味あるんだ。片番さんに片番された。どういうこと、ポッドキャストでもない。一番やりたかった。ポッドキャストでもしょっちゅう喧嘩してんでしょ。しょっちゅう喧嘩してますね。なっちゃう。恋愛の話か、喧嘩か。大体、もしくはお笑いの話になって、泣くようになってる。年越しの三四郎さんの俺の一本の時も、15分ぐらいの出番あって、15分ずっと喧嘩で終わりました。ただ喧嘩して。俺はだからやっぱり日常が良くないよ。俺ですか、うん、やっぱり流れがあるからさ、今も、ね。いいじゃんね、そんなのね。そうですよね。いや、もう本当に。いや、嬉しい。来てよかった。めっちゃ嬉しい。世の中で。この前のゆめちゃんの時もそうだし。はい、あれもう本当に完全にね、あれ、ゆめちゃん困ってたし。そうですよ、ね、現実。なんであんなことやるんだよ。いやいや、だって、いや、普通、その、シカゴだけの脳みそだったらダメじゃないですか。だから、現実ちゃん。だけど、それお客さん、だって、はい、お客さん聞かせようとしてないでさ、ゆめちゃんだってケツ向けちゃってさ、はい、MC やるのだけで精一杯でさ、でマイクだって、マイク持ってないんだから、自分がまずマイク持ってさ、はい、やんないと。いや、でもそれは、ゆめちゃんが能力をこう広げていかないといけないんですから。なんだ、その気持ち悪いな。死亡瞬間。いやいや、それ、なんだそれ、なんだアクリル板を倒すって何やめろよ、アクリル板。ギリギリ倒さないよ。え、倒す勇気もないくせによ。倒す勇気もないんだろ、お前。倒す、ポーズだけしやがってよ。倒す気持ちあるよ、俺。抑えやがってよ。倒す気持ち、いや、ありますよ。やる勇気ねえんだろ。やる勇気あるよ。やってみろ、じゃあ、お前。やってるよ。そのいつだって倒しますよ、アクリル。やってみろじゃん。倒すよ。倒すよ。いつだって倒しますよ、俺。いつ倒すんだよ。いつよ、倒せ。今倒すって言ってやれじゃん、おい。やるよ。口だけじゃねえかよ、さっきから。口だけじゃないって言ってんだろ。なげえよ。どっちなんだよ、お前。どっちなんだよ、これ。どっちなの？すいません。いつ、なんかタイミング伺ってたら、待って分かんない。わかんないよ、この件。わかんないよ。そうですよね。よかった。これでもさ、またオミクロン株増えてさ、どうなの？トム・ブラウン漫才、あのさ、ソーシャルディスタンス漫才やってたじゃん。ああ、そうなんだ。大変だった。まあ、でもまあ、コンビは別に OK になったからあれなのか。まあ、今はそうですね。今もう直接ダメってやってるんでしょ、頭に。今は、はい、そうですね。一応まだできてますけど。またこう離れなきゃいけないってもしなった場合は、
あの困りますよね。コンビでね、叩けないんで。あと前回来た時もその話してて、うん、で結局ここでスタジオでやったのよ、なんか最新のリモートツッコミって、うん、そうだ、ピアノ線を僕の頭にテグスをテープでピッてつけて輪切り、道夫のおでこ輪切りになっちゃうの、その使い方なんだからねテグスの僕の頭に一回キュッてやってから布からテグス伸ばしてゴム手をピャッて飛ばしてバチンってさせるロープウェイみたいにねでギュッてやりすぎて僕の頭を輪切りになっちゃう、取ったのもう本当いやもうすごい、あと男塾とかしか見たことない男塾そのままスパッてなる、あのあります任命書もああなっちゃった、どうすんのまたそうっす、確かに。でも困ります。まあ今んとこでも一応まだ普通に漫才は、まあまあ、一応何かあった時のようにその2メーターの、うん、あの棒に、うん、あのその手をつけたやつがあるんですけど、棒ね、はい、2メートルはまだソーシャルディスタンスだから2メートルってことね。そうです、ね、手がついてる先に、ね、一応ありますけどね、まあ一応あるけど、まあでもコンビだとね、はい、大丈夫になってきたからね、まあ一応ですけど、ね、でもあれですけどね、あのそのでもオミクロンとかそういうの関係なく、うん、単純に道を口が臭いんで、いやそれ関係ないだろ別に。ソーシャルディスタンス取りたいですけど、臭いっすよ、部屋汚いし口臭いのって嫌じゃん、なんか最悪ですよ。だからもっとみんな僕褒めてほしいっすよそこで別に褒める方がおかしいでしょ。いや、臭いの我慢してる。我慢してるってことですよ。で、あんまり道ちょっと今日臭いぞって言ったら道へこんで、なんかネタとか絶対間違うんで、うん、そういうの言えないですね。心が弱いでしょ。やっぱりショックだよね。臭いって言われたら。なんで歯磨きしてないんですか。歯磨きは、うん、歯ブラシじゃなくて、うん、指でやってんすよね。え？指で、石鹸一つしか僕、洗剤体洗うとき使わないんですけど。石鹸？石鹸で、こう、うん、頭洗って、顔洗って、うん、その流れでその石鹸で指、口の中も石鹸で洗うんですよ。ミルク石鹸だから別、美味しくないわけじゃないんで。美味しくない美味しくない笑えない、笑えない。笑えない。いやでも、リアルにそれでこう笑うんです。だからあれですよ、だから道を、それですら、うん、それすらもうやんない時があるんで、そのあれです、自分、あ、僕らのグループライン、あ、よし、よし、間に合わない。ダメだ。編集長、お腹の悩みは一つじゃないんです。軟便に悩んでまして、便秘がちで。で、どうする？大谷さんの成長戦略です。乳酸菌と生薬のダブル効果、お腹の悩みにこれ一つ。河北麻衣子です。大谷さん成長薬は第三類薬品。大谷さんプレゼンツザゲストショー。この時間はありがとういい薬ですの大谷さんがお送りしました。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ず信用情報に影響する、全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、車を高く売りたい用におすすめウェブサイトがあります。車たかし。ちょうど車の下取りを考えてたの。下取り？ノンノンノン。車たかしのサイトで So many たくさんの買取店を比べてみなきゃ。なにそれ素敵。そう、450万人以上が車たかしで車売りました。たった1分、 You の車のことを入力すれば最大8社の買取額が届いちゃう。わお、簡単。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を高く売りたいなら車たかしで検索。車たかしカービュー。ご存知ですか、建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は最大1300万円の救済手続きを受けられます。まずはあなたやご家族が救済の対象なのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番
70-7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ、ただいま験担ぎリクエストを募集中。菊川玲です。東大出てます。センター試験の日は栄養ドリンクを飲みました。あのね、私は腎臓小学校4年中退です。しかも夜間小学校でしたけどね。時代がすごい。さあ今日はゲスト、ね、トムブラウンのお二人です、うん、よろしくお願いします。お願いします、まあ、アイコのことを調べる特技足突っ込み書くなど気になりますけども僕ですね、はい、僕の作業的な言い方だな、はい、気になりますけど。トムブラウンさんへの質問です、はい、母さんと白熊さんがという秋田県の方です、うん、ありがとうございます。以前番組の企画で道夫さんの部屋を掃除するというものがありました、うん、その後道夫さんの部屋は綺麗なままでいらっしゃいますか。とてもおしゃれな部屋に変わっていたので、ぜひ維持していただきたいと思い、メールしました。リフォーム的な感じだった。片付けて。完全に、そう、有吉ゼミっていう番組で、里光さんが来て、この部屋をガッと掃除してくれて、里光さんやってるよね。はい、やってるんですよ。お掃除レスキューってのやってる。そうですよね。あ、もう完全に綺麗にしてもらった後、その、なんでしょう。こうやってやれば維持できるよっていう方法とか、全部やってもらって。片付け方を。実は今まだ綺麗なんですよ、部屋。すごいじゃん。すごい。なんか一個だけなんですけど、習慣を教えてもらったのが、布団を毎回畳むっていう。あ、それは絶対そうのがいいよ。それをやるだけで違う。それをやるだけで、布団を畳むときに、うん、あ、じゃあこのゴミも、みたいな感じで、一個二個なんかそのまま、片付けたりするんですよ。うん、結果はなんか、維持できてる感じです。他のさ、多分人にはさ、四つぐらい教えるんだけど、道夫はもう、それ以上やったら覚えられないから。これだけ、これだけ覚えられない。そうですよ。でもやってんだよ、ずっと毎日。やってます、毎回。やってる。初めてだと思いますよ、こんなに綺麗なの維持してるの。道夫実家も、はい、道夫の部屋、あれ10畳ぐらいあるよ。10畳とか12畳ぐらいあるよな。12畳ぐらい自分の部屋、あの実家の。はい。あと、で、めちゃくちゃ綺麗、汚くしちゃってて。その部屋ですら汚かったんで。で、僕がその、東京出たタイミングで、親父がなんか僕の部屋、掃除してくれたらしいんですけど、うんうんうん、タンスの上に、ほこりが多分10年分ぐらい溜まってて、うん、それを親父がその、雑巾で、人力で掃除したんですけど、うん、3日ぐらい咳止まらなかったとかです、ね。心配じゃん、普通に。気持ち悪いから、指で歯磨きした話もう一回してもらっていいですか。あれが一番気持ち悪いのよ。歯ブラシじゃなくて指で磨くんですよ。僕らのグループラインに、なんかスケジュールとかあるんですよ。マネージャーさんのグループラインに。そこに、なんか毎日やること、歯磨きとか、洗濯、家の鍵を閉めるって書いてあるんですよ。なんで俺もそれ見なきゃいけないの。自分のメモに入れることだよ。なんでグループラインに送るの、それ。いや、その、送って。くれてるんですよ。マネージャーが送ってるんですよ、それを。忘れないように。でも、それでも忘れるんすからね。普通の大人に向けてのじゃないんだね、もうね。何だ、周りの鍵を締めくしないとか。ああ。締めくしない。どれだけ人間として終わってるか。でも、布団畳んでね。布団畳んで。頑張ってやってるんだね。少しマシになる。でも、小説書くでしょ、あなた。ライトノベルだって。そうなんだ、実は。まあ、ウェブ投稿のライトノベル。すごいよね。昔からすごい好きでも。好きって言ってたらなんかあの角川さんがそれをなんか見つけていただいて、じゃあ書いてみてくださいみたいな感じで投稿して、スマホで書くの。スマホで書きます。どれくらいの長さのもの、何文字とか、短編章みたいのに、投稿したんですけど、それ1万文字で、ファンタジーで全3話で1万文字って結構大変じゃん。まあ大変は大変でしたけど、でも全3話ストーリー自体はもう3日4日でできまして。そんな、降りてくんの？もう、なんか、もともと、これ、こういうの話したいなっていうのがあったんですよ、もともと。あ、はい。なんかファンタジーの。どういう話かっていうと、めちゃ、日本にいた元アスリートの人が、その、あ、どうしよう。グロいから、グロいからやめた方がいいな。
はい、序盤の話が、うん、もう、はい、結構グロいですね。お昼に話す話じゃないです。はい。だから、あ、話し始めちゃったよって。おいおい。まあ、だから、マジか。じゃあ、暗いとこなくすと、うん、全然ライトじゃないじゃん。そうですね、確かに。ライトじゃないです。ハードじゃないのね。ハードじゃないのね。なんか、日本にいた元アスリートの人が、異世界に行って、一回死んで異世界に行って、めちゃくちゃでかい、その化け物、うん、モンスターと、その、まあ、なんでしょう、あの、パルクールですか。パルクールをやってた人なんです。スポーツが。そうです、そうです、そうです。パルクールすごかったんで、うん、でっかい化け物とかにも、こう、ジャンプしたりして、うん、あの、飛び乗ってって、倒していくっていう話なんです。まあでもファンタジーなんだ。そうです、すごいね。面白い、読んだ。あ、読みました。はい。まあ、あの、僕、それでやっぱ思ったのが、うん、あの、まあ、この話、この小説のことで、ちょっとまた前も、あの、ポッドキャストでも、ちょっと揉めちゃったんですけど、うんうん、なんか、うん、面白いでいいだろ。あの、漫才を作るとき、うん、台本とかを、うん、例えば局の方とかに送るときとか、うん、道はなんか全部ひらがなだったりとか、めっちゃそれぞれ開業とか一切せずにとか、不当点なしとか、だから結局それ全部僕が直して送ったりするんですけど、そのライトノベルのやつを、まあ、グループラインにこれどうですかみたいな感じで送ってきたんですね。そしたら、ちゃんと全部漢字に変換してて、ちゃんと開業も全部つけて、なんだろ、すごい重要な部分は開業二つ開けるとか、そういうのちゃんとやってたんですよ。できてるんだ。そうなんですよ。だからこいつ漫才舐めてんすよ。それって腹立って。なんで漫才の時一回、あの、労力使って漢字にしたりしないいや、それは、人に見せるもんだからそうやってやったんですよ、僕は。その、一般の人も、ね。一般の人にこれやらなきゃいけない完成品を見てくれってことだったの？そうです、そうです。いやいや、それだって局の方々はさ、それめんどくさいじゃん。だって、これ言ってきて、ま。だってさ、漫才だってさ、ダメだってさ、ひらがなで。はい、漢字で書かないとやっぱり入ってこない。それはいいよ。それはダメはなんで。これで、ね、なんで喧嘩になったかっていうと、うんうん、でなんかがいやお前結局、うん、漫才のこと大した気持ちないんだろうみたいな言われて、うんうん、そんなわけねえだろみたいな感じで喧嘩になっちゃったんです。それで切れちゃった。でも結局それだとね話聞いてると小説の方が上じゃないですか。うん、いやもういいって今終わっただろう。お前結局は頭よく思われたいんだ。火種、ね、残すんじゃないよ。これね漫才だってね。だいぶだって漫才でそのまま。マネージャーがそのテレビ局とかに台本で送ることだってあるわけだから、そうですね、誰かがそこで違う労力を使って、そういうこと感じにしなきゃいけない。いやだから言ってお前キャーだな。急に振ってあげたら。はいはい、わかりました、わかりました。本当やる気もない、やる気もないです、わかりました。マイチュンにもやれよ。マイチュンにもやれよ。マイチュン。マイチュン。新内マイチュン。追いかけてやりますよ。目の前でアクリルいるから圧縮してアクリル板持ってて前でバーンってやりますよ。やだな。質問ねまだありますよ、ラジオネームミートカーソルはひろめさん、うん、布川さんは番組でメールを採用したリスナーへ、うん、自分の髪の毛を切ってノベルティとしてプレゼントしていますがす、はい、このノベルティの反響っていかがですか。うん、何ダメな、ダメなやつだからね、これもうブルセラショップと同じだから。嬉しいっすね。嬉しいのかよ。ひらめいたように言うなよ。なんで嬉しいですか。ブルセラと僕同じ立ち位置に立てたんすよ。嬉しい。まあだってさ、その中高生とかが恋愛相談とかメール来るわけでしょ。そうですね、はい、その女子高生とかにも送るの、はい、これ。あ、そうですね、基本的には、はい、採用された人には送ってます。まあだから、はい、その絶対にその送ってほしくない人は住所を書かないでください、はい、送ってほしい人は住所を書いてくださいって言ったら、聞いてる人もみんなやばいんで、みんな住所送ってくるんです。そうですね。みんな住所も送ってきますし、なんならなんかあのなんか本当に私女子高生ってことをなんか知ってもらいたいんでって言って、なんか顔写真付きのなんかその保険証とか、ね、そういうのもう送ってきたり、そうじゃないですか、そういうことで、ね、パスポートとか、だから髪の毛くださいみたいな。すごいね。そうなんですよ。そうですよ。キャーキャーだ。でもすごいじゃん、なんか犯罪とか犯したら一発で全国にいる人にあげてるわけ。証拠はいくらでもあるけど、ね。証拠いくらでもあるじゃん。DNA 鑑定する。ちゃんと今のそのご時世も考えて、ちゃんとその2週間、うん、日本放送の冷蔵庫の中に、うん。
こちらに髪を切って冷蔵庫に2週間入れて送った念のため、はい、それでは送ってますから。あんなちっちゃいところに髪の毛入ってたの。やだよやだよやだよ。フリーザーボックスに入って冷やすんだからそこ。それではい全然あります。もしよかったら持ってきても。なんでだよ。ふざけんなよ。リポートの冷蔵庫使わない。それでなんか喜んでくれてますね結構。そんなだって別に国の基準ないだろ。髪の毛についてるなんか取れるとか。そうすでもまあ一応その新たなね新しいその株の可能性もありますから。オメガの可能性もあるからね。オメガの。髪の毛から。布川の髪の毛からね。一回めちゃめちゃなんか嬉しかったみたいで届いた人で、その櫛で布川の毛を研いで。そんなに量あるの？あの束で届いた人がいて。束で？あ、それ1本じゃないの？1本じゃないです。なくなっちゃうじゃん、そんなことやったら。いやー、まあでも、だいぶまだありますからね。全然。まだまだいけますよ。はい。全部なくなっちゃう。櫛で研いで、あの、霧の箱を、その、作って自分で。畳じゃん。あの、呪術廻戦のなんか指みたいな感じで、その特級呪物入れるみたいな感じです。クスナの指みたいになって。そうです。完全になんか、あの、めちゃくちゃ、汚れが溜まってそうな感じでやってる。飲み込む女子高生が出てくるかもしれない。ああ、いや、嬉しいですね。飲み込んで磁力が上がりましたみたいな。あるかもですね。はい、いや、そうっす。でも、はい、また、今、いっぱいあげますんで、はい、ぜひ皆さん、メールをお待ちしてます。ね、はい、ぜひ、ポッドキャスト。まあ、日常はね、髪の毛が一本生えてないからね。いやいや、生えてないってことはないですよ。短いだけで。この二人、二人とも本当に。お年玉の時は、僕のものも、あの差し上げることになる。どうやって？ないじゃん、だって。お年玉？ハサミで、僕、もう地肌で近づけて。短い毛、ババババババ。その長さから切るの？そうです。で、それを送るの？それも、はい。今度のノベルティはそれも届くと思います。めちゃくちゃだね。本当に。じゃあ、ということで、トム・ブラウンからのお知らせですね。終わっちゃいましたか？終わっちゃったよ。あれじゃん。なんだよ。終わっちゃったね。まだまだ痛いっすよ。まだまだ、ね。みちおの2人の女性に振られたって話もちょっと聞きたかったけど。そうなんですよ。また、ポッドキャストで。ポッドキャストでも恋愛話をしてるんですけど、結果僕は誰と付き合って、どういう人と出会いの場みたいな。を聞きたかったんですけど。あ、占いとかもやった。占いもあの課金したりしてるんですけど。課金して。ネットの占いに星ひとみ先生のやつかな、課金してんの。星ひとみ先生知らないですね。そう、あ、もういいよ。今水晶玉子先生リアクションが怖いんだよ。二人とも。トークライブがあるんですね。そうですね。すみません。トムブラウンのトークライブ久友というライブがあります。開演が2月6日開演が12時15分1300円で、会場が新宿バティオスです。でその後にまたネタを2本やるライブ、うちの事務所の芸人さんがいっぱい、ね、はい、出まして、うん、ハイハイさんとか浜川さんとかその辺の方々も出まして、バティオス K ダッシュステージ2時30、4時30というライブがございます。14時半からございます。前より1300円です。詳しくは K ダッシュステージホームページまでお願いします。はい。なんか前すっごい長いタイトルのなんかライブとかやってたよね。なんかね、単独ライブね。それ言っちゃうとあの時間割れちゃうかもしれないですね。また今度 ね、はい、あとはもう日本放送圧縮計画、はい、ポッドキャストをお聞きください、はい、ということでお願いします、はい、トム・ブラウンのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人より B 型肝炎給付金のお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1100万円以上でした。ところが、多くの方が未だに手続きをしていません。まず、B 型肝炎ウイルスに感染していても、病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし、健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、残された遺族の方は給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族が給付の対象なのか、無料でご確認ください。もう一度言います。B 型肝炎の給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族が給付の対象なのかだけでも無料でご確認ください。
お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合、残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。さあ、ラジオリビング前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、今年初めてのお肉、しかもただのお肉ではありません。 あの松阪牛、神戸牛と並んで日本三大和牛にも数えられる近江牛の切り落としをご紹介いたします。ぜひね、早速スタジオにも今すき焼きありますので召し上がってください。いただきます。いや、本当に美味しいんですよね。うまい。もう正直、あの、昨年から続くミートショックと呼ばれる輸入牛の高騰で、国産和牛の価格も厳しい状況続く中、なんとか昨年からお値段据え置きでご用意することができました。那須さん、いかがですか。うめえ。満面の笑みです。まあ、次回ね、正直、あの、お値段上がっちゃうかもしれませんので、うん、ぜひお聞き逃しないようにお願いします。うん、ね、今食べていただいている、もう召し上がっている近江牛の一番の特徴なんですが、うん、国内最高峰の技術で手間暇かけて育てられることで完成する繊細な旨味と甘みなんですね。うん、こちら滋賀県の琵琶湖畔の豊かな大地で育つ近江牛は、うん、きめの細かい肉質、そしてしつこさのない上質な脂なんですよ。おいしい。しつこくないね。うん、そう、さっぱりしてるけれども、やっぱり芳醇な香りもね、あるし、本当においしいっていうのが。ナッツさんが笑い止まってないじゃないですか。ニコニコですね。バランス一番いいかもしれない、ね。そうなんですよね。だからこそ人気なんですが、その反面、やっぱりこう年間の出荷数がですね、6000頭に限られていますので、出回る数が限られてるんですよ。希少価値もものすごく高いので、本来はお安く手に入れるのが特に難しいブランド和牛なんです。今召し上がっていただいて、あ、ナッツさんがなんと、もうそろそろ完食。あ、花尾さん完食いかがですか。あと2杯ぐらい。もっとね、はい、足りないくらいですよね。その油がですね、すき焼きですとちょうどお野菜にも染み込んでいて、だしも美味しいかなと思うんですが、油、香り、すべてがもう整った本当に美味しい。パンじゃなくてこれご飯がいいですね。これパンじゃなくてご飯がいい。分かってます。多分みんなパンじゃなくてご飯選ぶかもしれないですけど。改めてご紹介しますね。日本三大和牛、近江牛の切り落とし、売り切れごめんのリビング特別価格です。 200g の小分けのパックが4つ、合わせて 800g で税込み5980円。小分けのパックっていうのがまたいいですよね。めちゃくちゃ安いんじゃないのそれ。はい、使いやすいです。しかもお得です。これでも十分お買い得なんですが、倍の 1.6kg、さらにお買い得なんですよ。すき焼き用の近江牛のお肉を同じ量買いますと25,000円以上するお店もありました。やっぱり高級和牛なので、本来このくらいはしちゃうんですよね。なかなか気軽に買うことってできないです。ですが、リビングなら 200g が8パックの 1.6 キロで税込みジャスト1万円です。8パックついてる。8パックで1万円ですよ。これですか、ここに今あるやつ。これはですね、ちょうど4パックの、ね、これの倍なの。2倍で、めちゃめちゃ結構な量ありますよね。4パックでも結構量あるじゃない。そうなんですが、8パック1万円って本当ないですよ。そしてさらにさらにお買い得な 3.2 キロもあります。こちら税込み 17,800円でご用意しています。はい、関東一都6県は送料無料。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。このご紹介している商品は近江牛生産流通推進協議会に加盟しているメーカーを手掛けていますので、品質折り紙付きです。安心の個体識別番号というのも、ね、入ってますので、正真正銘の近江牛なんですね。嬉しいのが、賞味期間冷凍でおよそ6ヶ月、半年ありますから、解凍してから一度に使い切りやすい 200g ずつの小分けのパックをまとめ買いして、こうちょっとずつ、ね、使っていただくっていうのがおすすめです。ぜひご自宅でプチ贅沢しちゃってください。日本三大和牛、近江牛の切り落とし、リビング特別価格です。 200g が4パック、合わせて 800g で税込み5980円。倍の8パック 1.6 キロは税込みジャスト1万円。関東一都6県は送料無料。お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86
0120-1242-86 までどうぞ。またラジオリビングの公式 LINE アカウントで私がこの近江牛をご紹介しています、うんうん、LINE からもご注文できますのでぜひよろしくお願いします。以上ラジオリビングでした。はい、ありがとうございました。カノンアナウンサーでした。ありがとうございました。田中美和子でおま、鶴子の噂のゴールデンリクエストでは一発逆転リクエストを募集中。人生一発逆転したあなたには触るだけで幸せが舞い込んでくるこの如意棒を授けよう。またそんな触り方して。鶴子の噂のゴールデンリクエストは今日夕方5時30分から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。日本放送お前ら大学入学共通テストが終わったからといって休んでる暇はない。阿部寛だろ。ちょっとぐらい休ませろや。だからお前はバカなんだ。大学入学共通テストが終われば国公立大学の二次試験さらには私立大学の入試もあると考えることは山ほどあるはずだ。そりゃそうだけどよ。いいか、海上保安官として数年の現場を経て潜水士の研究者になる。それが第一歩だ。は？潜水士の中でも選ばれたエリートのみが入ることを許された組織、それが DCU。 違うドラマになっちゃう。じゃあ東大はどうすんだよ。俺たちを東大に連れてってくれるんじゃなかったんだよ。うるせえな。お前もつべこべ言わずに水中へ行け。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。いやまた新たな、ね、中華風クリームインコーン。いけるか、コーンいけるか。2つのドラマもごっちゃになっちゃってフラットな人だ、ね。DCU かっこいい。さあ備えレシピショーのコーナー、はい、このコーナーは防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品を使ったレシピを紹介していきます、うん、いざという時のために備えておきたいのが缶詰などのストック食品ですが、うん、せっかくなら美味しく食べたいですよね。ということで我々もちょうどお腹の空いたこの時間に思わずがつきたくなるような魅力あふれるレシピをお届けしてまいります。そしてこちらのコーナーでレシピを紹介していただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉真由子さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今泉さん、今日紹介していただくストック食を使ったレシピは何でしょうか。はい、今日ご紹介させていただくレシピは中華風クリーミーコーン豆腐です。あら、見た目もまたなんかいい色で ね、はい、まずは材料をご紹介します、うん、今日は2人分です。羽衣フーズシャキッとコーンクリームを1缶、木綿豆腐 200g、 長ネギ 50g、 生姜 10g、 牛乳 100ml、 鶏ガラスープの素小さじ1、3倍希釈のめんつゆを小さじ2、ごま油小さじ1、そしてお好みでラー油を少々ご用意ください。続いて作り方です。今週もローリングストック2022。お鍋にごま油みじん切りにした長ネギと生姜を入れて火にかけて、うん、中火で1分30秒炒めます、うん、そこに牛乳、コーンクリーム、鶏ガラスープの素、めんつゆを加えてひと混ぜして沸騰させないように弱火で2分温めて、豆腐をスプーンですくって崩しながら加えてさらに1分温めます。器に盛り付けてお好みでラー油をかければ出来上がりです、うん、ラー油、ありがとうございます。今日皆さんのお好み聞いてなかったので、うん、ラー油かけてないんですけれども、あ、そうなんだ、はい、これはねやっぱラー油かけてもいいですし、うん、生姜がすごいいいですね。すごい生姜が効いてる感じるよね、生姜、ね、生姜がすごい、そんなに入ってないんですよね。別にめちゃくちゃ入ってます。あ、私がみじん切りにしてたくさん入れました。めちゃくちゃ美味しい、これ、うん、あ、良かったです。食感もいいですよね。あの今日使ったのが羽衣フーズさんのシャキッとコーンクリームと言いまして、うん、素材です、同じようなタイプでもうコンソメ入りのコーンスープの素っていうのがあるんですよ、ね、はい、これだと牛乳で割るだけで美味しいコーンスープになるので、ローリングストックにおすすめです。なるほど、はい、あのこの1年間毎週ローリングストックってやってますけれども、ね、あの今日初めて聞いてくださってる方いらっしゃると思いますので、うんうんうん、改めてローリングストックについて今日はご紹介したいと思います、はい、はい、
あのローディングストックというのは日持ちする普段の食品を多めに買っておいて、使ったらその分を買い足すことで常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法です、うん、家にたくさん食べ物があれば急に具合が悪くなったり濃厚接触者になったっていった時でも安心だと思います。はい、であの特別の市販 の, あの災害食っていうもの、うんうんうん、あってもすごくいいと思うんですけど、うん、特別なものとしてしまっておくといざっていう時に賞味期限切れてしまうっていうこともあると思うんです、うん、でこのローディングストックは備えることだけでなく食べることを意識していただきたいんです、うんうんうん、で普段食べているものだとこの普段の食事に食卓で並べることができて、うん、食品のフードロスを防ぐこともできます、うん、そっかそっかそっか、はい、ぜひローリングストックで備えていただきたいと思います。さあそれでは今泉さん今日の備えレシピ書まとめの一言をお願いします。正しく備えて正しく使う、これがローリングストックの基本です。いや本当すみませんふざけたコントをやってしまって今気づいた、今気づきました、はい、意味はごめんなさい、なんかちょっとふざけすぎですよ、意味わかんないやつ、ね、やんなきゃよかったな、大事なんですよ本当だ、来週からもうやらないようにします、楽しみです、はい、それでは来週もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いいたします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらでも確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。ということで今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ、ねははは、人間どもよ、この世界を滅ぼしてやる。そうはさせるか。くらえローリングストック。解説しよう。ローリングストックとはいつもの食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足す新しい備蓄方法なのだ。おいヒーロー、それってもしもの時でも普段通りの食事ができるってことか。そうだ、安心だろ。教えてくれ、お前の名は。羽衣フーズ、羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時51分です。続いて浅草かっぱ橋道具街がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。今日午前の東京商品取引所で中東産原油の先物が値を上げて一時1キロリットル当たり5万9320円となり、大台の6万円に迫るおよそ7年2ヶ月ぶりの高値をつけました。高値はアメリカの景気の持続的回復で世界的にエネルギー需要が増えるという見方のほか、南太平洋のトンガで起きた海底火山噴火も要因となっています。一方、レギュラーガソリン1リットル当たりのおととい時点の全国平均小売価格は168円40銭で2週連続で値上がりしました。経済産業省は来週にもガソリン価格が170円を超え、政府による価格急騰の抑制策が発動する可能性があるとしています。ところで、南太平洋の島国トンガで起きた海底火山の噴火に伴う津波の影響で、南米ペルーで15日、船から製油所に荷下ろし中の原油が海に流出し、魚や鳥などに被害が出ています。現地メディアが伝えたもので、ペルーの首都郊外カヤオでスペイン企業の製油所などから原油が流出し、4キロ以上にわたり海水が汚染されました。現場では死んだ魚や翼に原油が付着して飛べなくなった鳥が確認されているということです。ペルーの検察当局は環境汚染などの疑いで製油所の責任者らを対象に捜査を開始しました。次に、アメリカの空港周辺で19日に予定されていた携帯電話の 5G
第5世代移動通信システムのサービス開始が航空機の運航に支障が出る恐れがあるとして延期となりました。アメリカの通信大手 AT&T とベライゾンが18日一部延期すると明らかにしました。空港周辺での 5G サービス開始についてアメリカの航空業界は航空機の電波高度計などの運航システムに支障が出る恐れがあると訴え、全日空と日本航空はすでに羽田空港と成田空港を発着するアメリカ便の一部欠航を決めています。一方、総務省によりますと、日本の場合、基地局が発射する電波の出力がアメリカより小さいため、航空機に影響する恐れはないということです。おしまいに、今月15日朝早く、埼玉県白岡市に住む15歳の男子中学生が自宅で意識不明となり、搬送先の病院で死亡していたことが分かりました。顔にあざがあり、警察は事件と事故の両面で捜査しています。中学生の母親が息子の部屋を覗いたら意識が朦朧としていると119番通報したもので、駆けつけた救急隊員が男子生徒の顔にあざを見つけ警察に通報しました。中学生は病院に運ばれましたが昨日午後死亡しました。警察は遺体を司法解剖して死因を調べることにしています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。料理道具なら何でも揃う、かっぱ橋道具街は全長800メートル、世界でも珍しい料理道具の専門店街。800メートルの街を歩けば商売繁盛の八百万の神様に出会えるかも。料理道具のことなら浅草かっぱ橋道具街へ。続いて日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、お願いします。はい、お伝えします。県報道が事故のため渋滞しています。県報道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、高尾山インターと相模原インターの間の相模原八王子トンネルで事故のため4キロ渋滞しています。八王子西インターから相模原インターまでの所要時間は25分です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは、西池袋で事故のため熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの志村料金所付近まで渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションで2キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線は海ほたるパーキングエリア付近で1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。はい、島根県しじみ大王さんです。はい、さっきまで新内さんの声で五臓六腑が癒されていたのに、真逆の芸人であるトム・ブラウンのアクリル板を殴る音で現実に戻されました。そうでした、これがラジオショーでした。ラジオショーです、これはね。現実です、これが現実ですね。はい、この世の中の ね、 ちゃんとね、これは現実です。現実をちゃんと圧縮計画の一部に入ってま す、 そうです、ね、怖いです、これは。うん、計画中です。ラジオネームゴロンさんですね。あの西口プロレスのことですけども、西口プロレスはプーク人形劇場が新宿駅西口に近いからという理由らしいが、実際には同劇場は新宿駅西口よりも南口の方が近いというのがウィキ情報です。ウィキ、プーク人形劇場は南口の方が絶対近い、ね、そうですね、南口、あの甲州街道の、とこでしょ。そう、ニューマンの方ですもんね。そうなんだ。西口っていう、西口って全然だから違うと思うよ、確かそうですね。あのプーク人形劇場が、初回だった気がします。自分はいなかったですけど、でも本当にプロレス団体の旗揚げだと思われて、ガチのプロレス客が来て、あの怒って帰ったっていう。こんなところでプロレスはできないだろ絶対っていうところだからね。っていうのは聞いたことあります、ね。あ、そうだ。やっぱりじゃあ西口なんだ。から始まる。そうですね。新宿の西口っていう意味なんだね。ありがとうございます。ありがとう。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。
タキーノほうれん草にはしんべヱ、かんべヱ、とくべヱ、ふくべヱ、きちべヱっていうべと病に強いほうれん草があります。べーばっかりだね。ほうれん草はからしみそ和えがお酒に合う。ここにはのんべヱがいるね。べと病に強いほうれん草べーシリーズ。なんでのタキー。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へ現金が戻ってくるかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなんかもその対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫なんですよ。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカード、消費者金融のキャッシング、カードローンを利用した経験のある方は、間違っていても構いません。お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切、丁寧、安心がモットー。タンス一つでも OK。無料お見積もりは0120-191900、鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ザ・ラジオショー産地です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、安藤なっちゃんからこの時間のお天気を伝えてもらいましょう。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 6.4 度、湿度 37%。 東京地方今日の天気は曇り時々晴れ。関東地方は広く晴れていますが、南部のところどころで雨が降っています。夜にかけて雲が広がるところが多く、神奈川県の西部や北部の山沿いでは雪が降る予想です。路面の凍結に注意してください。午後2時までの最高気温は都心で 8.1 度、横浜で 7.5 度、埼玉で 8.4 度でした。空気が乾燥していますので、喉や肌の保湿や火の取り扱いに十分お気をつけてお過ごしください。うん、以上、3時の天気をお伝えしました。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、さあ、うん、連日お伝えしていますが、うん、来週のナイツ中川家のザ・ラジオショーでは、こちらの企画をお送りしています。何度聞いても面白い鉄板トークしましょう。はい、若手の先輩がいかに不幸と足を踏ん張って芸能界を支えるおじさんたちが連日登場です。おじさんたちになっちゃいましたね。働くおじさんたちの鉄板トークで元気をもらいましょう。初日24日月曜日は初代キャンパスナイト富士 MC 剣道小林です。2代目いないけど2代目いないけどね。ああ、キャンパスナイト富士一緒にやってましたけどね、我々と。最高でしたけどね。そうだね、あれは本当に今考えると信じらんないよね。楽しかった。深夜に生放送で女子大生のさ、水着ファッションショーとか実況してたよ、うちらが。いろいろダメだよね。すごいですね。いろいろダメ。ああ、その時の MC だった健康ばさんですけどもね、まあ、月曜日来てくれます。続いて25日火曜に登場するのは、はい、青春高校3年 C 組ではちょっとお世話になりました、佐久間信之さんですね。はい、そっか、メープル2人やってたんだ。やってました、ね、はい、お世話になりましたね。大丈夫ですか、火曜日。火曜日トリプル信之ですけど。やばいよ、信之ですよ。しかも信の字はちょっと俺かぶってるし、ね、そうだね、初めてですよ、なんか同じ字の信の人、佐久間さんぐらいしかいないからね。そうだね、うん、すごいですね。そう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 、佐久間さんが佐久間さんはね、火曜日ゲストに来てくれます、うん、はい、楽しみ。まあ、いろいろね、知ってる芸人さんも多いですから、聞きましょう、うん、さあ、そして続く26日、ここ水曜日にやってくるのは、焦点は君に任せた桂宮治君。誰ですか？三平師匠。林家三平です。そんな涙を流してくれたんです、宮治君は。言ってましたけどね、あの辺の真相もね、聞けるかもしれませんが、まあ、あの今週の日曜日から焦点、スタートかな、宮治君の回が。
そうだよね、うん、スタートして、うん、そうでしょ、うん、もうなんかいろいろさんま御殿とかも出てるみたいな。いやもうすごいよ今日テレの番組いっぱい出て。そうですね。何色なんですかね宮治くんの色、着物の色、はい、着物の色聞きましょうよね。うん、ね、うん、聞いちゃえばいいんだ。あそっかもう決まってんのか。日曜日には分かるから。あそっかそっかそっか、そうか、何色か予想したいですね。何色だろう。三平師匠はね着物着てなかったんで。着てた、着てた、ちょっとベージュというかね肌色っぽい感じだったけど、着てないことはないと思いますよ、はい、その辺のエピソード、焦点のエピソードたっぷりとね、はい、伺いましょう、はい、そして最終日27日木曜日はダッダーンボヨヨンボヨヨンおぼんこぼん師匠です。なんでだよなんでだよボヨンボヨヨンまで言ったらおぼんこぼんって言えよ。イントネーションイントネーションおかしいだろ。何がですか。なんでだよって急に言われてもおぼんこぼん、おぼんこぼんじゃないの。おぼんこぼん、おぼんこぼん師匠来る。おぼんこぼん、おぼんこぼん、おぼんこぼん師匠、んおぼんこぼん師匠そんなわけねえじゃん何がですかもうダウンタウンさんみたいな言い方で言っちゃってるから。ダウンタウンさん、うん、でおぼんこぼんさん、あじゃあ俺が間違えちゃったダウンタウンさんにしちゃダメなの、うん、ダメなのかね、うん、まあ、なっちゃんの魔法ね、うん、だんだんぼよよぼよよも出ましたけども、うん、あれ仲直り前のおぼんこぼん師匠、ね、お呼びして、そうです、ね、仲直りしてから、まあ、バブルが続いてますわ。おぼんこぼん師匠もすごいですね、すごいですよ今、ね、まさかさが盛り上がってる、うん、さらに、来週はもらって超嬉しい鉄板家電のプレゼントもあります。大人の色が漂うナイツザラジオショー、来週もどうぞお付き合いください。さあこの後は、ニュースター発掘しましょうのコーナーをお送りします。ズーズー沖縄県とか地元のメディアがちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、全然そっちの方向の報道ってされてる感じがないのね。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。適切に医療を受けなきゃいけない人に医療の機会を与える方針に舵を切れよと。この時間はこちらの新コーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、うんうん、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介してこの番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。うん、そして劇場に詳しいなっちゃんが芸人さんのネタがどの舞台に向いているのか、うん、各劇場でジャッジします。劇場に優劣はありません、うん、この劇場だったら一番輝けるんじゃないかというね、そういうところをちょっとやっぱりいろんな劇場にね立ってきたけども、うん、なっちゃんが一番詳しいんじゃないかっていう。詳しいかね。で今日もほらトム・ブラウンと阿佐ヶ谷のなんだっけ、うん、アートスペースの知らないもん俺たち。いやパン屋、先週も言いましたけどパン屋の近くです。パン屋わかんないけど美味しいんですよシュガートーストがあそうなの。めちゃくちゃ美味しいところなんです。そういうの情報までついてくるぐらい。あこれはねいいよ、やっぱり芸人は生で見てもらうのが一番いいわけですから。そうですね、確かに、うん、いいと思いますよ。その辺も含めて、紹介していきたいということで、はいはい、芸人さんには動画でネタを送ってもらっております、はい、スタジオの我々は動画で見てジャッジして、うん、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。なるほど。後ほど番組ツイッターの方にネタ動画をアップさせていただきますので、うん、ぜひチェックしてください、うん、さあそれではね、うん、今週はどんな芸人さんが登場するのか早速一組目のネタを紹介していきましょう、はい、まず一組目こちら。コントの世界へお連れします。コントだ。徳原旅行。徳原旅行どこだ。聞いたことあるよ。マセキじゃん。起きて起きて、今日大学あるって言ってなかった。一元からってそろそろ行かないと時間やばいって。いや今日行かなくても単位ギリギリ取れるとか大学ってそんなんちゃうやんか。ちょっと一回体を起こそうな、はい、せーの、はい、うん、あのさ、おじいちゃんになってから大学行き始めてこんなにサボる人見たことないって。85にもなってさ、こういう人って遅れて入った分全部ちゃんと行くやん。何を単位ギリギリまでサボってんの。現役の赤いやつのサボり方やからそれは。だからなんでこんな起きられんかった。オールでカラオケ行ってた。誰と。テニスサークルのみんなと。おじいちゃんがエロいサークル入んな。エロいって言うな。どうもありがとうございました。エロいって言うな本当に。はい、
小説の出過ぎだよ。徳原旅行いいですね。徳原旅行、なんかちょっとピン芸人は初ですね、このコーナー。ピン芸人でね、うん、なんとなくなんかカンナムスタイルみたいなね、感じ。カンナムスタイル、カンナムスタイル、サイ、うん、あ、似てるけどね、なんか前髪揃えてね。そうだね、面白いね、なんか彼ね、面白い、うん、クリスマスが誕生日なんだ。ピン芸人なんだね、関西、朝声声さんみたいな感じもちょっとあるね。まあそうね、あ、落ち着いた関西弁のね、うん、ピン芸ですけど、ちょうど時間的にもいい、一人芝居、うん、ね、設定がまたいいです ね、うん、ね、おじいちゃんになってからよく今そのなんか金ちゃんとかね、ちょっと思い出しちゃうとかね、秋元銀一さんとか、うん、たまにいるからね。でもバカリズムさんに憧れてるからね。あ、やっぱり那須芸能社入って、 R1 準決勝行ったそうですね、うん、人間人だから、これはちょっと次の相当期待していいんじゃない、期待していいんじゃない、あ、そうか、今準決勝残ってるってことか、うん、ああ今年の R1、 あ、これ去年か、あ、そう、今年の R1 も、 もうすぐだよね、今年も今もうすぐ始まるから、うん、これはねやっぱりどこの劇場っていうか結構いい劇場、どうだろう、いや、もうなんかイメージだと、うん、中野の芸商ですかね、で結構舞台が広いところでこうね、一人で、うん、似合いますね、すごく似合う、ね、芸商に、あの辺のキャパも全然いけそうだね、うん、はい、じゃあ中野芸能小劇場でいいっていうことですね、はい、いいってことですね、っていうかそれはどこを含めて言ってるんですか。雰囲気ですよ、自分 の、 そのここの劇場、だってもう劇場ソムリエなんですか、劇場ちゃんとそんな流した感じ言わないでください、じゃあジャッジを、ここはジャッジお願いしますって言うので、言ってから、もう一回ちょっと、はい、もう一回やり直してください、はい、じゃあなっちゃん、徳原旅行はどこの劇場でしょうか、はい、中野芸能小劇場です。いや、コーナー閉まってきた、閉まってきた閉まったかな。いいじゃないですか。はい。ね、いや、いいですよ。いいですよね。ね、うん、いいと思う。かったな。さあ、じゃあ二組目いきましょうか。二組目のネタです。こちら。ド級のキャラクター、豚マンモス。豚マンモス。サンミュージック。うん。久保君みたいな。どうも、豚マンモスです。お願いします。ハロー。やっぴーでよー。すいませんね。カレアッピーと言いまして、お気づきの通りバカなんで、エトの十二支未だに5匹ぐらいしか言えないんですよ。そんなことないよ。え、ねえ、牛、カメ、バク、2匹かい。カメもバクもおるわけないやろ。ユニコーンだ。それもおらんわ。何言うてんの。ほんまにヤッピーバカで何も知らないんですよ。この前まで日ハムのこと何やと思ってたんだっけ。日本ハムスターズなわけないやろ。国営のプリティ雑魚球団あるわけないから。犠牲ぐらい打て打て。ホームランを願い。何言うてんの。お前ヤッピーバカなんですよ。この前もバイトの面接のために撮った証明写真、イヤホンしたまま撮ってたんですよ。何してんねんお前。ジュジュさんは素敵だね。何聞いてたか知らんからほんまに。まあこんなヤッピーですけどね、今日はヤッピーのことだけでも覚えて帰ってください。ちなみにヤッピーは本名でございます。なわけないやろ。いい加減にしたまえ。どうもありがとうございました。 ありがとうねー。はい、豚マンモスの2人でした。ありがとうございました。サンミュージックでヤッピーってまた強気な名前をね、すごいやっ、ね、おっぱピーみたいな。でしかも豚マンモスですからね。ね、豚マンモスですから、ね、ここも完全になんかいい、ね、場所もだ、どっちかの家の襖の前で撮ってきてるのも家で撮ってんのはいいよね。めちゃくちゃいいよ。ツイッターでぜひ皆さんね、生活感がわかるもんこれ、ね、見てほしいんですけれども。いや、面白かった。でもヤッピーも ね、 ねバカなキャラちょっと今バカブーム来てるからね。うーん、そうですね、うん、バカっぽい、そうだね、やっぱり、ま、正則、ね、さんとかがやっぱ今ね、うんうんうん、バカでこうバーンって来てるけど、うんうん、やっぱりこれ見ると正則さんってほんとすげえなと思うけどね。50歳で、ね、50歳であそこができるっていうところ、ね、うん、そうだ、ヤッピーもあと50歳までかも。ヤッピーも184センチありますから、でかくない、長身の。なんかさ、さっきのやつもでかかったよね、徳原旅行も。え、あいつも180センチ。嘘、そうだよ、徳原旅行、うん、180センチか、うん、ヤッピーでかいんだ。ヤッピー184センチ、でかっ。え、最近の子はみんなでかいの。なんかね、身長伸びてきてる、うん、身長伸びてきてるかもしんないけど、特技昼寝って書いてある。いいですね。バカだなヤッピー。いいですね、お絵かきと、
お絵描き。ね、言い方も、ね。まあでもまあ、まだ 2年目ですから。2年目の。まあちょっと劇場的には、どういうところになるのかという。さあじゃあジャッジ行きましょう。お願いします。お願いします。下北空間リバティ。おお、まあ、下北沢の駅からすぐ近く。そうですね。ありますよね。あの、ABC マートの上ら辺にあるところですよね。そうですね。マクドナルドを左に曲がって、下って左手ですね。はいはいはい。これは割といい。そうですね。結構お世話になったところ。袖がね、こうずっとカーテンで仕切られてて、ね、そう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 。客席に見えないようにっていう、そうです。裏がね、割と、個性派が多い、そっか。ですかね、やっぱり。いやー、やっぱね、リバティは楽屋の鏡がもうすごい広いというか、なんでしょう、棚とかも結構あるんですよね。楽屋も広いし、鏡もバーってあるし、過ごしやすいんですけど、まあ、楽屋泥棒とかね、気をつけてほしいなと思いますね。普段バカだからね。ヤッピーバカだから。今からそういう忠告をしておくの、はい、そうですね。でもその、なんかね、スピードワゴンさんの漫才のライブとかね、あそこでやったりとかするから。東京センターマイクもあそこでやってる。豚バンモスも漫才だからいいんじゃない、はい、そうですね。確かに。ねえ。いいよね、期待の若手だね、サンミュージックね。さあということでね、今日は2組紹介しましたけれども、今日紹介したネタはラジオショー公式ツイッターの方にもアップしますので、はい、気になった方は動画でもお楽しみください、ということで以上ニュースター発掘しましょうでした。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。預金残高を確認するくらいの軽い気持ちでお電話を。01210101010。はい、車を高く売りたいようにおすすめウェブサイトがあります。車高し、ちょうど車の下取りを考えてたの。下取り車高しのサイトで So many たくさんの買取店を比べてみなきゃ。何それ素敵。そう、450万人以上が車高しで車売りました。たった1分 You の車のことを入力すれば最大8社の買取額が届いちゃう。わお、簡単。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を高く売りたいなら車高しで検索。車高しカービュー。中央事務所より大切なお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は01201010101010。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。日本放送ナイツオマニュースラジオショー。すいません、タイル張り放題さんという方、はいはい、劇場の名前が全くわからないのですがそれは僕らがダメなんでしょうか。このコーナーを楽しめるようにちゃんと勉強していきます。はい。あ、そっか。ごめんなさいね。ごめんなさい。ごめんなさい。それは。ごめんなさい。
だからそこがこのコーナーの肝ですからね、うんうん、劇場でジャッジするっていうところ。そうですね、うん、劇場に振るか芸人に振るかまだスタッフが迷ってるんです。迷ってる状態ですもんね。あの手探りというか。そうなんですよ。でもその出てくれる芸人さんはめちゃくちゃね、うん、結構だから本格派というか、ね、もう本当にね、これ何年後とか、うん、あの賞レースとか出てるかもしれないような、うん、そういうニュースターをね、うん、今紹介してますから、うん、ちょっとだから、あれでしょ、うん、もっとこの地下芸人、ね、そうなんですよ。なんか、お母さんは、菅野さん、イメージしてるから。打ち合わせの段階で、地下芸人引き上げましょうみたいな。ことでなんか俺はスタッフさんと盛り上がってたのに、いざ始まったらニュースター発掘しましょうつって、結構安牌な芸人しか、安牌ってね、よこさなくなってきてるから、俺からしたらちょっと。本当にだから若手のね、あの、期待株が送られてくるんですよ、事務所から。全国放送だからね。まあテレビだから。テレビだから。ラジオだからね。まあしょうがないんでしょうけど。ただね、これ VTR だからね、ある程度攻めてもいいかなとは思うんですよね。そうなんですよね。もうちょっと。その生出演だったらちょっとやっぱね。そうそうそう。菅本智之ぐらいの感じはいけないけど、事務所に入ってない人はもうこのコーナー出れないっていうことになっちゃうからね。あ、そっか。まああと大きな事務所とかさ、雪男さんとかだって見たいわけだから、こっちからさ、うん、そっか、うん、まあピンポイントで呼べばいいかと思って。見たかったらね、フリーの芸人さんにもこうね、素材一分のネタを、うん、ぜひぜひ日本放送の水曜日、うん、まあ、本体じゃない水曜日に、本体じゃないとかこっそり送っていただいて、いただいければね。っていうことだったら、まあそういうことであれば、ちょっとまあ始まったばっかのコーナーだからね、こういろいろこうやって揉みながら、うん、あの育っていこうということですね。すいませんね、皆さんもリスナーの人もね、ちょっと今のところ全然わからないっていう、まあこれを機にその劇場とかをなんかこう知ってもらって、そういうのがね、見に行ってもらいたいなっていう、劇場に見に行ってほしいです。なっちゃんの補足がいいよ、あ、美味しいパン屋があるんだとか、そうそうそう、ちゃんとね、いいよ、教えてくれるから、うん、はい、お願いします。この後は日本チャレンジとアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は東京ガス、三菱商事、味の素、田中貴金属グループがお送りします。社会の基盤を作る仕事がしたくて東京ガスに入社しました。でも再生可能エネルギーの担当になった時はびっくりしましたね。え、ガスじゃないんだって。
でも会社のこと勉強するうちに分かったんです。50年前に全社を挙げてクリーンな天然ガスに転換したように、時代に合わせたエネルギーをいつも届けようとしているんだなって。だから夢はそれぞれの地域でうちにはこんな発電所があるって自慢できる未来が来ることですね。うちは日当たりが良くて太陽光発電に向いているとか、うちは寒いけど風力で電気がいっぱい取れるとか、再生可能エネルギーがその土地の名産になっているといいな。今入社2年目です。次の世代にもずっと残るやりがいのある仕事です。地球の未来を見据えて今日も新しいエネルギーを育て続けています。東京ガス。7時からお送りしてきました日本放送ナイツやラジオショー、あっという間にお別れのお時間となりました。この後は辛坊治郎ズームそこまで言うかでお楽しみください、うん、明日は11時半からビバリーヒルズにも我々出演しますので、はい、ぜひそちらから聞いてください。お願いします。ラジオショー木曜パートナーはハリセンボン美濃はるかちゃんで、ゲストはカエル亭の2人です、うん、そして来週のラジオショーは何度聞いても面白い鉄板トークしましょうと題して、うん、豪華ゲストが連日登場。月曜剣道小林さん、うん、火曜佐久間信之さん、そして水曜日は桂宮治さん、木曜おぼん・こぼん師匠が来てくれます。どうぞお楽しみに、うん、やっぱり滑らない話って結局何回聞いても面白いじゃないですか、うん、なんか滑らない話してもらうのっていいよね。あんまりしないじゃん、うん、もう一回意外に、うん、何回聞いても面白いもんね、うん、おかわりしたいですもんね。おかわりしたいよね、鉄板トークね。そうそうそう、鉄板トークだからね、うん、そうそうそう、ケンコバさんだってめちゃくちゃ出てるもんね、あれ、うん、そうですね、そう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 、トム・ブラウンもなんかああいうの出てほしいね。なんかいっぱいありそうだもんね、うん、そう言ったら、うん、そうですね、そうだね、なんか喧嘩芸が、喧嘩芸、喧嘩芸化してたね。あれアクリル板があるから追われるけどさ、はあ、アクリル板なかったらどういうオチで終わる予定だったの？なさそうなんだよね、まあ、これをアクリル板をオチにするのもよくないけど落ちてるかどうかって言われるとそれもアクリル板叩いて終わるっていうさ、普通にいかつい2人がね、そうそう、なんだオラって言い合ってるの。どっちかっていうと布川がやりたがってるんじゃない？仕掛けるんだよね、あいつは。そうだね、どっちもやばいですからね。どっちもやばいね、どっちもやばいんだよね、トム・ブラウンはね。だって途中でさっきあの、ありがとうございましたっていうラインが来てて、でなんかもう裸のけね、うん、写真を 送りつけてきて、いやよくするんですよ、なんか、うん、なんかお尻送ってくるんでしょ、お尻の写真、お尻の穴ですね。肛門見えてもうダメだよ。どっち、布川が？ランジャタイの月光肛門で終わってんだよ今週は。週に2日いらないのよ。週にいらないの。そうだね。あ、手のアップをね。ひどいね今週は。今週ひどいよね。ランジャタイトムブラウンがいるだけでも今ひどい。それはこういう話になるよ。でこのままの流れで辛坊さんが肛門なしは言えなくなるんだから。しねえよ。そういうもんなんだからラジオって。大変なんだから次の。で繋いでいかないぞ。新内さんが来て肛門なし一緒に。そこ一緒にしちゃダメで、一番ダメなんそこ一緒にしちゃ。新規のお客さん聞いてんだから、今日は新内さんの写真やめなさいって本当に、並べないでください。それで置いてったわけじゃないの、大事なかったね。ということでここまでのお相手はナイツの土屋信之と花信之とメイプ長期&おなつでした。また明日。